TWA チャンピオンシップナイト大阪城王聖夜、ただいまより開催いたします。出場全選手入場。歴史試合全長アップデート20分一本勝負。アンモナエリ、チャパリータ、アサリ、シーナ、ユカ、渡辺、リサエ。よしこ、深川由美。全試合タッグマッチ30分一本勝負。アンモナエリ、渡辺智子、前川久美子。
赤コーナーより北斗晶。ご期待ください。それでは出場選手を代表いたしまして、セリダビエ世界タッグチャンピオンチーム井上京子、井上貴子両選手より皆様にご挨拶がございます。百大王者が大阪に帰ってきました。今日もメインらしい試合をしますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。以上で入場セレモニーを終了いたします。選手退場。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回は 3AA チャンピオンシップナイト大阪女王聖夜と題しまして、ここ大阪府立体育会館にやってまいりました。全7試合たっぷりとお楽しみいただきます。解説は全日本女子プロレス広報部長小川博史さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。小川さんもですね、本もまた出しまして乗りに乗っているという感じですけれども、前女もどうですか、この大阪府立体育館久々のねあれですけれども、たくさんのお客さん駆けつけました。はい、今回はですね、はい、CW の2大タイトルマッチもさることながら、はい、やっぱり北斗対下田、うん、あとブル対アスカ、うん、この2つもちょっと見逃せないです ね。はい、まあ 3AA のね、アジア対関西、これも、はい、まあ、関西が3度目の挑戦ということになりまして、さらには、3AA のタッグ選手権、これは百大王座を決定するトーナメントの決勝と同じ組み合わせと。そうですね、ですんで、はい、
なんかビッグカード満載ですよね。共にこの曰く付きと言いましょうかですね、まあ、どんなドラマが待ち受けているのだろうかと今から本当にワクワクドキドキという感じであります。小川さん最後までお付き合いください。はい、お願いします。最後までじっくりとお楽しみください。第1試合全場アップトゥーデイト1 20分一本勝負、赤コーナーからは玉田理恵、田村芳子、深川由美3選手にお越しいただきました。まずは玉田選手、第1試合ということで、今いろんな団体の選手が、かなり若手に対して脚光を浴びていると思いますが、それについてお聞かせください。なんかいろんな他の団体の新人の子とかがすごく挙げられていると自分もすごく意識して、その試合を見たりした次の日からはすごく意識しながら自分でもこう自分を盛り上げていくようにしながら試合をしてるんですけれども、今日も他の子とかが多分見に来てると思うんですけど、絶対に自分は負けるつもりはないんで、今日も、6人タッグなんですけれども、はい、先輩のやっぱりチャパリータサリ選手を狙って、はい、自分はガンガン行きたいと思います。頑張ってください。続きまして深川選手、かなり今人気急上昇ということで、大会場での試合に大抜擢されましたが、その辺について抱負をお聞かせください。復帰してっていうか、はい、レスラーになって初めて後楽園以外で大きい会場っていうの出たことないんですけど、そうですね、緊張してます負けないように、玉田と田村の足を引っ張らないように自分もガンガンできるように頑張ります。期待しております。続きまして田村選手、全日本ジュニアチャンピオンとしての、抱負を今日の、今日の試合についてお聞かせください。6人タッグなんで、お客さんに、注目してもらえるように頑張りたいと思います。はい、期待しております。そして青コーナーからはチャパリータアサリ、椎名由加、渡辺美沙恵3選手にお越しいただきました。まずチャパリータ選手、はい、最も新しい前場のパワーを見せてくれるということですが、はい、6人のこの新人の中で自分が一番上なんですけども、はい、今日は6人の中で一番目立てるように、はい、そして第一試合らしい試合をしたいと思います。頑張ってください、はい、そして椎名選手、第1試合のオープニングということで、この試合についての抱負をお願いします。6人の中で一番目立てるように一番元気のあるところを見せたいと思います。はい、期待しております。渡辺選手、抱負をお願いします。新人らしく元気にいきたいと思います。はい、期待しております。全場アップトゥーデイト1 6人タッグマッチ20分一本勝負を行います。次に青コーナーより渡辺美沙恵、椎名由加、チャパリータ、アパーリリ選手の入場です。
の第1試合、全場アップトゥーレイト1、6人から待ち20分一本勝負を行います。どこだ、150パウンドの渡辺美沙恵、同じく140パウンド大阪女王制や、まずはオープニングマッチです。全場アップトゥーデイト1、玉田理恵、田村芳子、深川由美対、チャパリタアサリ、椎名優香、渡辺美沙恵の20分一本勝負ということになりました。小川さん、はい、まあ、非常にですね、今年の夏は暑くてですね、これ8月30日もう8月も終わろうというところですけども、非常に残暑厳しい、今日も非常に暑かったんですけれども、まあ、このオープニングマッチね、どうですか、お客さんのここまでのですね、オープニングセレモニーまでのですね、ノリが非常にこう、ヒートしてるなという、ね、なんかそんな印象を受けたんですけど、そうですよね、また大阪でこういうビッグマッチというのは年に1回2回あるかないかなんで、はい、お客さんもそれだけ待ってたっていう意味があるんですよ。そうですね、まあ、そういったこの暑さの中で、この6人のフレッシュなですね、パワーがその暑さを飛ばしてくれるんじゃないか、そんな気がしますけれども、ですね、はい、最近やっぱり各団体の若手選手が見直されるっていうというか、注目されてますよね。そうですね、やっぱり全場選手はそういう意味で、ま、やっぱり上の選手たくさんいますんで、はい、下まで脚光が浴びないんですよ。そういう意味で全場の若手もすごいんだぞということを、ね、示してもらいたいと思います。なるほど、まあ、このタイトル名にもありますけれども、アップトゥーデイト1、まあ、いわばこの関西地方にですね、この前場の若手これだけすごいのがいるんだぞというお披露目というかですね、まあ、情報提供というかですね、まあ、そういった意味が込められているかと思うんですけれども、この田村なんかはね、全日本ジュニアをトーナメントを取りまして、どうですか、小川さんから見てその実力のほどというかですね、将来性という意味では。実力者だと思いますね、まあ、彼女は普段はあまり闘志を見せないけど、どっちかというとおとなしい選手ですけど、はい、リングにはこう一変しますからね。そうですね、で体もありますし、はい、さあここでまずは高校の堀尾が合体のクローズライン。さあですね、前場としてはこの玉田深川組っていうのを一つチームとして、うん、まあ、アイドルタッグ、はい、確認した。おっとこれは変形、変形というか、まあ、深川がちょっと力が間違ったとかでしょうね。あ、まあ、深川っていうのもこれ、はい、深川現象が起きるぐらいな人気ありますね。もうこのね、深川という選手のなんて言うんでしょう、アイドル度と言いましょうかですね、はい、もうある意味ではもうデビュー前からですね、というか一度デビューしてまた長期欠場とかがありまして、はい、まあ、いろんな意味でですね、多方面多角的にですね、注目を浴びてきた選手ですよね。まあ、この小さな体でですね、まあ、プロレスラーといっては失礼ですけれども、プロレスラーとは思えないその、なんていうんでしょう、ベビーフェイス、はい、やっぱり、まあ、そういった意味では、はい、昔キューティー続きはやっぱりね、うん、そういうのを打ってたと思うんですけども、キューティーはさらにちっちゃいですから、まあ、どういった、まあ、レスラーとしてですね、どういった部分を確立していくのかというのが非常に興味深いこの深川ですけれども、まあ、それ以前になんて言うんでしょう、もう彼女の独特のポジションをもうすでに確立しつつあるというかですね、そうですね、そんな気がしますよね。このまま攻めにもいいですか、はい、シーナですか、はい、結構息がいいですけど、最近、ね、割と面白い存在になってきたなと。そうですか。さあ、そして青コーナーは一応このタッグの対象格ということになります、はい、アサリと、そして赤コーナー玉田が出てきました。やっぱ
ぱジュニアクラスの中心ですよね。はい、おーっと出ました。これは本当に玉田すごい。ドロップキック、一発でこの大観衆を沸かせてくれます。わ、強烈なバネ。シャパリーターさんの体が飛びました。ブレーンバスター、玉田は本当に抜群のセンスありますよね。ドロップキック一本でですね、ここだけ会場を沸かせられる選手とはなかなかこうなんか待望の選手が出てきたというか、これ浅利も負けられませんよ。そうですね、はい、さあ来るよ。見せ、そしてロープに振ってジャンピングにバットか。ちょっと当たりが、はい、あまり良くないですね。もう一発いった、ジャンピング2パット、カウント1で返していった玉田。まあこのビッグマッチのオープニングっていうのは本当にお客さんも気合が入ってますし、はい、やっぱり選手も気合入れてやらないと後が続かないですからね。まあテレビの業界なんかでよく言うんですけど、番組のものつかめと言いますか、ね、そういう意味合いではですね、このオープニングマッチの出来以下ではですね、お客さんが一気にこの後もね、あんまり盛り上がらなかったというのがよくありますので、そういった意味では、まあ、新人ではありますけれども非常に重要なポジションということになります。今日はなんかどんどんと同時にもう攻めの体勢ですよね、かなり。そうですね、おっと強烈な張り手を見舞った玉田、そして渡辺、田村がドロップキック。さあ深野、これはかなり打点が高い。これは何でしょう、なんかこの起き上がりこぼし式ドロップキック、この3人が正規軍みたいな感じですよね。正規軍、おー飛距離十分。今なんか踏み切りポイントがちょうどリングの中央ぐらいでしたけどもね、はい、これもっと手前だったらもっとダメージあったんじゃないですか。うん、さあそしてジュニアの王座を今争っている渡辺、そしてシーナ。6人タッグっていうのはやっぱり6人入り乱れるっていう形ですので、はい、ね、自分からチャンスを見つけていかないと出番がないですから、はい、もうね、もうエンジン全開でいかないと。そうですよね、最初からもうアクセル、自分の見せ場をどんどん見せていかないとですね、あっという間に試合がほとんどなんか見せられないうちに終わってしまうようなことがよくあります。この6人タッグ、それだけにこのスピーディーな攻防が楽しめるわけですけど、顔面入りましたね、はい、あーいいですね、ドロップキック、まだ行きます。あーっと、なんと田村が起き上がる前にですね、一発入れていこうという、この辺りが闘志をみなぎっているこのシーナ。わー、強烈カウンター、ドロップキック合戦ですよね、はい、大好きです。さあカウントは 2.5 ですか。まあこのドロップキック合戦というとですね、前女イズムの伝統というかね、はい、前女の新人の伝統、はい、前女で一番大きい選手と一番小さい選手の対決なんですよ。この渡辺が174センチ、あ後ろから玉田がいても立ってもいられないのか。3人ですね、あトリプルでドロップキック、お負荷持ち上げましたよ、はい、韓国152センチの深川が174センチのこの渡辺を相手に戦っているわけですけども、おトミックドロップ、これは落差があるだけにかなりきついか。アサリ勝負早いですね、早いですね。ロンダーのキックを早くもここで見せた。なにわのファンが思わずうおーという歓声を上げています。もう一発ロンダーのキック、吹っ飛びましたよ、はい、さあボディスラム、これカウント危ないぞ危ないぞ、おっとちょっと深川がグロッキーか、ロンダードキックの2連発、玉田がダメージ待ったのか、おっとうまい、スモールパッケージホールはどうか、カウント2。さあ玉田とアサリ、この辺りのねライバル関係もですね、今後どん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 とヒートアップしていくんでしょうけれども、さあこれは旋回式のボディアタックであります、玉田のオリジナルの技。さあカウントはどうか、これ本家がジャガーなんですけども、そうですね、ジャガーをしのいでますよね、はい、完全に、いいぞセカンドロープ折りしてバックに回ってジャーマンというところ、この辺りはさすがに相手を熟知したこの2人の展開。おっとレクシダースからエビ固め、危ない
いつも今に決まった時あるんですけどね。ははは、飛びつきのレックシダース。さあボディープレスから、あっとここで勝負に出たか、勝負に出たか、シャバリーダーサリー、さあ何を見せてくれるんだ、ボディープレス、落差十分でありますが、カウントはどうか。まだまだしかしこんなものでは玉田はという感じでありますけれども、あっとお客さんにアピールして、このムーサルトはうまくかわしたが、バックの取り合いからジャーマンを狙うのか、シーラがうまいカットに入った。なかなか大きいですね、はい、お第1試合。さあ、おっと、ふまる飛んでジャーマン、あー綺麗に人間今日はブリッジ入った。なんとなんとシャバリーザアサリがスリーカウントを切ってしまった。8分54秒、8分54秒、なんで攻撃の方にしたんですか。浜田理恵選手、浜田理恵が見事な人間クラッチを浜田大阪に使いました。これはかなり示したという感じであります。かなり印象に残ったんじゃないですか。はい、じゃあそれにしても6人タッグにしてはですね、まあ8分9分弱というねタイムで、非常にこのなんていうんでしょう、スピーディーな攻防、目が離せない攻防ということになりましたね。大阪女王制や第1試合レンジアップトゥーデイとは非常にフレッシュな戦いでしたけれども、まあ新人らしいと言いましょうか、ドロップキック合戦から最後は玉田理恵が得意のジャーマンスープレックスを追うので、たまに明るい出した一戦でありました。見事オープニングマッチを制しました3選手にお越しいただきます。どうぞ。どうもおめでとうございます。玉田選手、3選手の、コンビネーションが良かったと思うんですが、試合始まる前になんかやりたいなと、せっかくタッグなんで、はい、なんかやりたい。深川とは、今度9月2日に全日本タッグとか控えてるんで、はい、連携とか いろいろやりたいなと思ってたんで、はい、今日はそれが出せたから、まだそんな息がぴったり合ってるとかそういうんじゃないんですけど、やっていくうちに徐々になれるんじゃないかと思って、はい、今日は出せてよかったと思ってます。深川選手、玉田選手はそういうようにおっしゃってますけども、どうでしょうか。はい、玉田にすごいフォローされた部分が多かったんで、自分はやられてる場面がちょっと多くなっちゃったんで、それを全部すごい高フォローでうまくやってもらったんで、今度はもう自分が武道館とか組むときに、自分もタッグだからやっぱりできれば、自分もできればなと思いますけど、はい、おめでとうございます。玉田選手どうでしたか。はい、やられっぱなしになってしまったんで、反省点が多いということで、今後の活躍に期待しております。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。残念でした。お疲れ様でした。どうでしたか。ちょっと向こうの結構3人のチームワークっていうか、結構なんかまとまってて、こっちの方が全然まとまってなかったんで、でも自分はやっぱり玉田を中点でいたんですけど、その球で負けてしまったんで、次はね、武道館では絶対玉田から自分がフォローと言います。期待しております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。第2試合タッグマッチ30分一本勝負、赤コーナー伊藤薫、吉田麻里子組にお越しいただきました。まずは伊藤選手、同期の渡辺選手が対戦相手ということですが、そうですね、今ノリに乗ってるんで、はい、負けないようにガンガンいきます。期待してます。続きまして吉田選手、今日の試合の抱負をお聞かせください。はい、今日は元気よく張り切って戦いたいと思います。期待しております。そして青コーナーからは前川久美子、渡辺智子両選手にお越しいただきました。はじめに前川選手、大阪では、格闘技戦で、2度、負けてかなり言の悪い、場所となっておりますが、その辺について一言お願いします。今日は格闘技戦じゃなくてプロレスで試合があるんで、はいはい、渡辺さんの足を引っ張らないように頑張りたいと思います。期待しております。続きまして渡辺選手、今日の試合の抱負をお聞かせください。今日の試合の抱負、はい、いやまだ何も考えてないんですけど、とにかく、相手が、ね、先輩も入ってるし同期も入ってるんで、まずこの2人を倒してから上の先輩に当たっていきたいんで、はい、ね、前川もこれ以上悪い場所にならないように2人で頑張りたいと思います。両選手期待しております。
コーナーに前川久美子、渡辺桃子が演出の入場です。第2試合です。タッグマッチ30分1本勝負、フリーダムフォース吉田麻里子、伊藤薫組対対するは渡辺智子、前川久美子のこのタッグマッチということになりました。お母さん、はい、フリーダムフォースがですね、結成してですね、まあ、正式結成して、はい、まあ、約半年、そうですね、ですね、まあ、この大阪ではですね、まあ、当然今セコンドには、長谷川咲、そして豊田真奈美両選手がつきまして4人揃い踏みでこの試合ということになるんですけれども、おっとその長谷川と豊田は今日のメインイベントでフリーダブルへの世界タッグに挑戦ということになっております。やっぱりそれだけチームの意識はすごい強いんですよ、はい、本来メイン出ますからね、はい、全然にではセガワのセコンドにつくってこともないと思うんですけども、まあこのフリーダムフォース、この4人のなんて言うんでしょう、団結力といいましょうかですね、そういったものというのはこうひしひしとこの日に日に増していくというか言いましょうかね、この半年間かなりこの強固なものになってきたんじゃないかという気がするんですけれども、まあその分他の選手とはもう疎遠関係とかそういうふうになってますけども、なるほど、はい、まあ、ただしもう結束は固いですよ、はい、さあそしてこのローリング戦闘もいつものように切れ味鋭い伊藤薫であります。まあこの伊藤あたりもこのフリーダムコースにですね、まあ自ら志願して入ったことによってまた新たなる境地をですね見出しているようなそんな気がしますけれども、まあしかしこの渡辺智子も今乗りに乗っているという選手の一人であります。そうですね、渡辺智子はまあ要するにファンに支持を得てますからね、はい、はい、吉田麻里子と渡辺智子三角飛びからのボディアタックはカウント2、まあ、どうでしょう今日は、はい、この試合もなんか仕掛けが早いようなそんな気がしますけどね。そうですね、今日は全然早いですよ。ローリングエルボー、渡辺智子もなんか面白い水着てますよね、はい、はい、なんて言うんでしょうか、この白黒ツートンちょうど真ん中でですね雪だるまみたいな分か、ね、れているんですけれども、そして前川久美子、前川はこの大阪の地で獲得戦で2敗してますからね、はい、あ、なるほど、はい、先日のシュートボクシングで、ね、はい、石本選手にも惜しくもということになりましたけれども、今日は石本選手も見に来てるんですよ。そうですか、
まあそういった意味じゃね、そのバットなき今の前座のですね、格闘技最強伝説を守る、まあ次期候補ということで、この前川にも期待がかかってるわけですが、そうですね、要するにブルの中の最後の付き人みたいなもんですからね、前川は。この伊藤のラッシングパワーっていうのもすごいんですよ。あーすごい、えげつない膝への、お今度は顔面、ものすごいドロップキックの速射砲であります。やっぱりトヨタと伊藤っていうのはどっちかというとそういう特選的な選手ですよね。ああまあ爆発力というか、はい、まあ、バネという意味ではね、本当にこの女子プロレス界随一という感じがしますけれども、そうでしょうね、なんかこのゴムマニのようにですね、伊藤は、まあ、弾けているという感じがしますね。はい、ノーバルとか実績とかそういうのはないだけで、はい、実力的にはもう立派な一流選手だと思うんですけど、はい、まあ、あの一時はですね、他団体との対抗戦がかなりヒートアップしてたというのは、この伊藤がまずはこの全場維持のですね、他団体にですね、こう壁となって叩き込むというそういった役割をしてたわけですけれども、切り込み隊長みたいなもんですよね、はい、まあ、あの本当に他団体の各選手がこの伊藤のまずドロップキックの洗礼を受けてですね、この全場の凄さというのをですね、まざまざと味わうというのが、まあ、そういったこの伊藤の役割非常に重要なわけですけれども、サッカーさんが高さ抑え込み、カウント2。今日は仕掛けが早いですよね。はい、あー豪快、今のは滑った分さあ危ないぞ、アホに来たんじゃないですかね。危ない危ない、渡辺智子のこの体重もですね、なんて言うんでしょう、年々ブクブクとですね増幅し続けているという、そんな気もしますけれども、今のなんかは見事に体重を下りた。そしてこのね、洗い腰の切れ味というのはもう文句のつけようがありません。デビュー当時からこれは得意技にしているこの払い腰、カウントはどうか。まあ伊藤も柔道得意なんですけどね、はい、どっちかというとそういう技はあんまり出さない。そうですね、まあ、反りがためだ。この渡辺がですね、この選手をブレイクしたというのはどのあたりがこの原因だったんでしょうか。やっぱり、はい、やっぱり横浜アリーナ大会でブル中野がね、やっぱり鍋頑張ってないじゃないかという一言、うんうん、まあ、それから目を引いてきたっていうのもあるじゃないですか。なるほど、あヒップアタック、これもカウンター強烈に見舞っていった。今度は吉田、あこの吉田麻里子もですね、長期欠場から復帰したんですけれども、やはりそのどうしてもその首の振る傷というのもかばいつつのポーズが続いていたんですが、まあ、フリーダムポーズの結成によって、ね、かなり吹っ切れた部分ってあるんじゃないですか。丸1年ですね、はい、ちょうど復帰してからペースクラッシャー。でもあの斉藤さん、はい、このメンバーが第2試合出るんですからね、贅沢ですね。これはもう豪華ですよ、はい、うん、おこれはうまく見ていた、ホラースキック危ないぞ。今日はいい意味でうまく、なんですか、はい、スイングしてますね。そうですね、試合がリズムがいいですよね。三角飛びからのプランター、うん、これは2発目、さすがに読んでいた前川、同じ手は食らいません。さあ2プラトン、何があるんだ、クローズドライを、おっと側転で返していった、ダブルの攻撃か、あーうまいぞうまいぞ、背後からうまく丸め込んでカウントどうか、惜しい。タイミング的にはね、3入ったかというようなドンピシャリのタイミングだったんですけれども、カウント2。前川を、何ですか今のは、今のタイミングを、みたいなもんですね、はい、外しての2段蹴り、先ほどのヒップドロップを狙ったんですけれども、これはうまくかわした。何があるんでしょう、おっと、あ、裏カンナだ、裏カンナだ、この体型からは信じられないこのルチャ発砲であります。もう今のタイミング絶望でしたね、はい、場内のどよめきが未だに収まらずという感じでしたけれども、さすがにね、鍋のいいところばかりを見せてはいられないというこの大きな伊藤薫は、自らの得意技フットスタンプからセンターオンでカウント2。フリーダムフォースしましては今日2試合タグ入ってますからね、これで勝って勢いつけたいですよね、はい、スープラトンの攻撃、あーダブルフットスタンプ、この距離で決められたら、あーすごい、先
君このナイルヘアートが光ってるんですよ。体重、全体重を浴びせてるね。はい、あこれをやるのは前場では井上京子選手か、はい、この渡辺智子選手なんですけれども、どうでしょう、あの鍋の方がこの体重が増えた分ですね、迫力が増してきた、そんな感じがしますよね。そうですよね、ショートレンジもありますしね、はい、何か先ほどのサソリガサミというですね、女長州力といったそんな雰囲気も醸し出しています、この渡辺智子。バックに回ってへそ投げた、バックドロップ。今のちょっと形崩れたけど、はい、なんかダメージあるんじゃないですか。カウント2、女長州力、そんな感じの攻めが続いています、この渡辺智子。おー強烈、あースリーカウント危ない。今のフェイントがかかってましたよね。だいぶなんでしょう、伊藤に油断じゃないですけれども、ちょっとフックね、ロープに振られるんじゃないかという力の抜き具合がねあったんですけれども、そこに丸田んぼのような手が飛んでまいりました。あわやスリーカウントという伊藤薫。しかし今のはトペレベルさんを狙った渡辺をうまく返して、得意の三角飛びから場外へプランチャー、見事に2人を捉えました。ドンピシャリでしたね、今のもね。今日はこれフットスタート狙ってますね。あ、危ない危ない、デンジャラスだ、デンジャラスだ、危ない。なんと場外へダブルフットスタンプ。やろう、これ打って飛んで打っている渡辺智子に、なんともう一発、これはあまりにも非常だ、やってしまうのが、うわすごい、わあ悶絶する渡辺智子を尻目にカウントする3勝ですね、はい、フリーダムフォース。まずは今日第2試合3勝、伊藤薫選手の勝ち。これよりね、赤コーナー伊藤薫、吉田、マレコブレの勝利でございます。第2試合の勝利というよりはですね、メインへの弾みが勝利をついてんじゃないですか。そうですね、やっぱり強打も瀬川もこの勝利を見て、はい、自分たちのっていう。さあ、そのフリーダムフォース、今4人揃って控え室へと帰っていきます。なんでしょう、もう当然の勝利かのようにですね、そろそろこの控え室の方に向かっていくこの4人の姿が、なんていう堂々という言葉がぴったりくるような、導入できましたね、4人組が、はい、一方で敗れた渡辺智子、去年のね、いい顔を取ってしまいましたけれども、ちょっとまだダメージが残っているようです。今日の第2試合は見事にフリーダムフォース吉田麻里子、伊藤薫組が渡辺智子、前川久美子組を下した一戦でありました。見事勝利を飾りました伊藤薫、吉田麻里子両選手です。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。どうも、今日の試合どうでしたか。かなり、ね、あの連携プレーが、そうですか、はい、はい、でもちょっとなんかバタバタしちゃったかなと思って、はい、もうちょっとこうじっくりじっくり攻めて、いけばよかったかなっていう反省点もあるんですけど、はい、とりあえず今日は伊藤ちゃんがホール取ってくれて、そうです、ね、勝てたんで、はい、まあよしとしましょう、はい、見事フォールを勝ち取りました、伊藤選手、同期の渡辺選手からフォールを取りましたけど、鍋ももう最近調子上げてきてね、パワーもすごいついてるんで、はい、もうラリアとか効いちゃって、はい、フラフラしちゃったんですけど、あのどうにかもう吉田さんが最後もう、はい、鍋のあの決め技の時にね、あのカット来てくださったんで、はい、どうにか勝つことができました。本当に両選手おめでとうございます。ありがとうございました。残念でした。どうでしたか。エバスがこういう場外で刺さるかと思ってなかったんで、前にやった時はかわすことができたんですけど、はい、今回2人でプランチを受けちゃったんで、2人で来たならそこで来ると思わなかったんです。お疲れ様でした。すみません。第3試合、前女 VS ライディングアレーシックスーマン30分一本勝負、赤コーナーからは堀田由美子、山田俊夫、三田悦子3選手にお越しいただきました。まず堀田選手、はい、武道館ではレジー選手との前哨戦ということになりますか。そうですね、やっぱりあのパワーにどうにか勝てるように、まあ、今日は練習のつもりでいきたいと思います、はい、頑張ってください。続きまして山田選手、レジー選手とバイソン選手に、ジャパングランプリの時に、敗北してしまいましたが、この大阪で鬱憤を晴らしたいところですが、まあ、それもあるんですけども、はい、まあ、ジャガーさんと当たるのが初めてなんで、そうですね、まあ、見てる分には見てるんで、今日は楽しみにしてます。期待しております。
続きまして三田選手、ライディングアレットはかなり対戦機会が多いわけですが、その辺について抱負を聞かせください。やっぱ3人の中で一番多いと思うんですけど、はい、武道館でも当たるんで、はい、いい結果を出して武道館につなげたいと思います。期待しております。そして青コーナーからはジャガー横田、バイソン木村、レジーベネット3選手にお越しいただきました。まずジャガー選手、はい、レジー選手とは初の合体ということで、はい、連携がかなり期待されると思いますか。そうですね、私が軽量で彼女は重量級ですから、それを利用して技かなんか出せたらいいなと思ってますけどね、はいはい、期待しております。はい、続きましてバイソン選手、かなり今日の試合どちらかというと打撃戦になりそうですが、どうでしょうか。そうですね、三田がやっぱチョップを使ってるんで、はい、ここで一発いきたいと思います。はい、期待しております。レジー選手、今日の試合についての抱負をお聞かせください。Well, today ought to be a very good match. I have two legends with me. I'm looking forward to today's fight. Look out, kids, we're coming at you. 三選手、期待しております。
3試合も非常に豪華なシックスマンタッグマッチということになりました。全城 VS ライディン・アレイ・シックスウーマン、堀田由美子、山田敏夫、三田悦子組対ジャガー横田、バイソン木村のライディン・アレイ、そしてレジー・ベネットの30分一本勝負。小川さん、はい、まあ第3試合だというのにですね、まあ今のコールを聞いただけでもですね、何でしょう、現役のチャンピオンがですね、3人もいるわですね。そうですね、ライディン・アレイは揃い踏みではですね、なんという豪華なこれシックスメンでしょうかという、ビッグマッチのなんつなんですかね、ビッグマッチ7電話っていうんですかね、はい、モレンが3試合目に出てきちゃったんだから、そうですね、かなり層が厚いということですよね。はい、さあまずはこの三田とバイソンであります。おっと、けさ切り、どっちかというとランダ戦が予想されますよね。はい、はい、いや、いきなりバイソンがけさ切りから、あっと、ライディン・アレイの合体だ。あのバイソンとジャガーが似たような欲しいですよね。ライディン・アレイ、これは新着と言いましょうか、ライディン・アレイというか、なんかジャガーとバイソンのっていう感じしますよね。あ、そうですか、はい、まあ、もう一人ね、今日はシングルマッチで戦います、はい、サスカ選手も当然リングサイドには陣取っているわけですけれども、なんか心中期するものがあるじゃないですか、同じ水着ってことは、はい、おっと、今のはすごいですね、飛行機投げそのまんま回転して落としました。なんかハイジャックバックブリーカーの、や、危ない危ない、今度はやっぱりこういうカードにやるっていうのは歴史ですよね、はい、うん、あのジャガーをですね、なんか山田とジャガー初顔合わせだって言ってましたよ。あ、そうですか、はい、それは意外ですね。まあ言うなればこの山田の問題からするとですね、このジャガーなんていうのはですね、まあ師匠というか先生というかですね、そうですよね、もうまさかここで肌を合わせようとはという感じが、これは一番の山田選手自身が思っているようなことじゃないかという気がしますけれども、まあこれだからプロレスは面白いんですよね、はい、やっぱ時代を超えてますよね。はい、さあ今度は110キロの巨漢レジー・ベネット登場であります。まあこのビッグ会場では非常にこの人はですね、映えると言いましょうか。レジーはノーサイドですからね。あ、なるほど、はい、おっと、強烈なローキックを膝の裏に、ももの裏に見舞っていた山田、あ、ミドルをうまく取って膝を攻めて、やっぱみんなレジーがキックだ。山のキックを研究してますね。はい、まあ、このレジーの肉厚からすればですね、これを貫くキック、よほどの破壊力がないとという感じがしますけれども、豪快なラリアット。やっぱパーが違いますよね。バッターも軽々と持ち上げていきます。カウント2。まあとにかくこのレジーはですね、東京ドームで見てもですね、なんて言うんでしょうか、でかいなというのが、まだまだと感じるわけですけれども、まあ、会場負けしませんよね、とにかく。リフ会場ふさわしいですよね。はい、バイソンと見た、この辺りもかなり両者ともですね、意識している部分がありますが、やっぱり見たのブレージングチョップと、バイソンの手下げりね、チョップ合戦、新旧チョップ合戦という感じでお互いかなり意識しています。まあ見たの場合はバイソンが復帰するという部分からですね、かなりその、反骨心といいましょうかですね、拒否反応を示していたわけですけれども、そうですね、バイソンが、まあ、最初アジアと組んだことは、まあ、三田はまだ本当にこう格下の選手だったですよね、はい、そのいない2年半の間に、まあ、三田はね、上がってきて、はい、まあ、バイソンからすればですね、お前は誰だってぐらいのですね、気持ちでひょっとしたらいるのかもしれませんけれども、そうですよね、うん、ただバイソンとしてはやっぱり出直しですからね、この復帰っていうのは、はい、見事な連携を見せた、出ました、格闘女王の名を今まさに欲しいままにしようという堀田由美子、まあ、大阪の、ね、お客さんも知ってますよね、はい、堀田 L1 以来燃えてますからね、はい、あの L1 トーナメント戦慄のですね、 LLPW の遠藤をボコボコにしてしまったというこの堀田由美子、このレジ堀田ですか、はい、武道館で一騎打ち決まってますからね、あ、その前哨戦ということも含めてこの、うん、ね、注目ですね、タトレジ一体どんな、まずはローキック、あっと、効いていないぞという感じ、なんでしょうか、やっぱり何か前田明対アンドレ・ザ・ジャイアントを見ているかのような、ナチュラルパワーから言ったらレジの方が格段的になりますからね、はい、おっと、うわっ、
力と力のぶつかり合いか。ラリアットをかわして、おっ、もうと蹴り足をうまく取らせての、これはね、円髄蹴りであります。堀田、あー、顔面へ容赦なく膝を当てていく。おっ、レジーが怒ったか。怒ったらすごいですからね。しかしここでまた巨大な巨大な選手同士のぶつかり合いだ、ぶちかまし合いだ。ゴンでしょうか。いい当たりをしただけでですね、この場内5000人を超す観客がうおーという、このジャンピングヒップドロップのジャガー本家ですからね、はい、まあ、高さという、はい、キレという意味ではね、さすがという感じがしますよね。さあ、ダブルアームの形から落としていくのか。危ない危ない、もう頸椎いったんじゃないですか。このまま落下して、これは完全に受け身取れませんからね。腕を復帰されておりまして、三田がちょっと首を押さえているか心配です。この円髄へバイソンがチョップを浴びせていった。バイソンジャガー大きいですね、はいはい、お、この毛先切りをうまく切り返して丸め込んだのは三田悦子。いや、とにかくこのシックス面ということもありまして、タッチが目まぐるしい。あっという間にね、他の選手が出てきてますけれども、あ、山田とジャガーのまたしても今回初めての絡みはカウンターでプラスキックを入れていった。山田と千代、やっぱり前場の本体としてはですね、はい、外的に負けられないっていう意識強いですよね。そうですよね、まあ、たとえその前場70年代のですね、屋台骨を支えていたというこのジャガーでさえもですね、はい、まあ、今となっては外的ですから、これはきちっと今の全日本女子プロレス、まあ、強さを見せたい。自体はあんまりこれやってませんよね、はい、あ、聞いてますよ、これは。リバリも見事な後ろ回し蹴りが顔面を捉えて、ジャガーの時代にはこういう蹴りある人いませんでしたからね。そうですよね。さあ、ロープに振って何があるんでしょう。おっと、今ちょっとですね、ジャガーがロープに体を取られたような、緩いんでしょうか。あとちょっと気合が入ってないのね、やっぱり。あっと、あのカルデラみたいになりましたね。あ、今のはジャガーが裏カンラ側を狙ったところがですね、そうですね、山田が逆に崩れてしまったのが、山田がこのパイルドライブをかけたような形になりました。おお、これは見事にブリッジで返していく。この辺りもジャガーらしいぜ。お、あ、これもクロスアーム、ジャガー式ですよね。ジャガー式、あ、女子プロレスではこれは元祖。ジャガーもちょっと焦ってきましたね、あの1手2手外しましたからね、はい、どうでしょう、先ほどの村上の失敗がちょっと響いているのか。あ、レジーと山田、まあ、この2人もですね、オールパシフィックを争ってその巴戦をやったわけです。あ、ものすごい強烈なシリースラムです、今のは。まあ、110キロ体重を全体重浴びせていくわけですからね、乗られるだけでも辛いんですけれども、危ないぞ危ないぞ。あー、人間カッサつきであります。山田バンジキュースか。いや、自力でよくこれ廃しましたね、山田。今ダイレクトに直行しましたよね、はい、カープに振っ、おっ、うまくタイミングを外してのニールキック、レッグラリアーズの形になりました。カウントは2。おっと、三田がレジーにデスバレーボム、万が一これ決めるようなことになりますとですね、レジーのダメージすごいでしょうね。さあ、ダブルラリアット、かわして、あー、脳死打ちだ。ライリー・アレーの2人がモンドリ打って場外にたたく、押していった。今のは頭は垂直に落っこってますよね、はい、何か DD ダブル DDT というね、はい、まあ、そんな感じで決まりましたけれども。さあ、今度は前女軍、どういった反撃を見せていくのか。レジ、あ、今度は2人まとめて、あ、いやいやいや、これを食ってしまってはもうね、トップロープからというのはね、バンジキュースというところでしたけれども、よくかわしていった。持ち上がりますかね、みたいな。あ、肩車から、うわ、すごい落差十分。そして
ダイビングブレーンキックを山田が顔面直撃だ。そのままエビに丸め込んだ。ここはうまいタイミングでバイソン木村がカット。おー、ラリアートの打ち合いから、あーすごい超迫力の、なんでしょう、ライガーボムなんですけれども、それにしても今足が完全にフックする、かなりすごかった、ものすごい落差ありました。今バイソンも狂いましたね。いやレジーもあの体で要請されました。10分経過、10分経過。チョップ合戦、まずは三田がブレー、あーすごいブレージングチョップ、今手下げで返したんですか。手下げ、そうですね、まあ何でしょうか、その何か時代劇を見ているかのようなね、チャンバラ劇のような刀と刀が今頭上でカキンという音がしたような、そんな印象さえあります。三田のブレージングチョップは選手仲間からのですね、本当に痛いっていうあざができちゃうものなんですよ、はい、まあ恐怖のね、痛め技ブレージングチョップ、もう2発も食ってしまうとですね、胸のあたりに青技になってしまうという、そのブレージングチョップですけれども、まあしかし元祖チョップといえばこのバイソンの毛先になります。しかしこれはおったがよく見ていた、エンズにラリアット、目まぐるしい展開でこのブレ毛先にチョップを、あ、いいタイミングが決まったぞ、危ない危ない、あわやほったから3カウントかというところでしたけれども、カウント2、ホッタがちょっと劣勢か、うまく蹴り足を取らしての、やっぱり2回目は引っかかんないですよね、うまくかわしましたね、はい、今バイソンで、あーっと、あ、バイソン式のアキレス腱固めですから、バイソン式4の字ですか、アキレス腱の変形みたいなのをやるんですよ。あ、これはちょっと連携が失敗か、あ、レジとの息が合わなかったのか、バイソン。ちょっとライディンアレーチーム、先ほどの何でしょう、ジャガーの、ね、失敗からちょっとこのリズムが狂ってきたかなという、そんな気がしますけれども、なんとなんとこっからホットのライガーボム炸裂、カウント2、よく返したバイソン、いやよく今カウント2で返しましたね。いやホットはまだまだ狙ってますね、これ。あ、これは久しぶりに、これカリビアンスプラッシュですか、はい、あー、カリビアンスプラッシュ、これは久しぶりだ、投げっぱなしで、しかも完全にくの字になってしまったバイソンの体。今レジがすごい衝突やりましたね。なんでしょう、レジもちょっとこう怒ってきましたね。今度は、うまいタイミングでジャガーがフォローに入ろうというところですけれども、うまく攻撃が受けて、はい、見せましたけれども、あー危ない危ない、あーバイソンバンジキュースか、ピラミッドドライバー、これは返せないでしょう。やっぱりこれ連携という点では一番今も12分54秒、12分54秒、ピラミッドドライバー、ライビアレとしてはですね、まあ、コッシーも揃えて、まあ一発でね、どうもクリックオフですけれども、どうでしょう、後半ちょっとね、攻めが後手後手と言いましょうか、裏目裏目と言いましょうか、まあ、逆にそれだけ前場チームがですね、このライディアレの動きを読んでいたということも言えるんですけれども、でもあのライディアレのジャガーバイソンもだんだん動き良くなってきましたね。そうですか、まあ、これからのね、アスカも含めたライディアレの動き注目したいと思うんですけれども、まあ、しかし今日は強烈なピラミッドドライバーをもろに食ってしまったバイソン、惜しくも3カウントを引いてしまいました。見事勝利を飾りました堀田由美子、山田敏夫、三田悦子、3選手をご紹介します。どうぞ。どうもお疲れ様でした。おめでとうございます。どうでしたでしょうか、今日の相手は。そうですね、今まで何試合か当たっていて、前場の選手っていうかレジーベネットが入ったのは初めてだったんで、そうですね、またそこで向こうの流れっていうのも変わってると思うんで、はい、今までとはまた違う面でちょっと苦戦したところもあったんですけど、はい、最後はもう堀田さんに全部任せてもう3人倒してもらっちゃったんで、ちょっとですね、あれが自分ができれば一番良かったんですけど、はい、でも
勝利につなげたんで武道館でまた頑張りたいと思います。おめでとうございます。山田選手、復讐は果たせたと思うんですがどうでしょうか。いや、まあ、勝つには勝ったんですけど、なんか一人に絞って攻撃すればよかったんですけど、なんかこう点々バラバラに、なんか誰を攻撃したっていうのが頭に残ってないんで、それがちょっと心残りで反省点ということで、はい、おめでとうございます。見事フォロー飾りました。フォッタ選手どうでしたか。そうですね、あのレイジーが武道館でシングルで当たるので結構意識してやってきてたんですけど、そうですね、はい、ですね、だからでも絶対必ず勝ちますから。今日のレイジーどうでしたか。今日、いや、やっぱり気合が入ってましたよ、うん、技一つにしてもやっぱりあれだけパワーがあるから、はい、うん、気合は入ってるんでやっぱり武道館は気が抜けないですね、はい、期待しております。どうもおめでとうございました。残念でした。第4試合、全蔵ザ・グレイテスト60分一本勝負、赤コーナーよりブル中野選手にお越しいただきました。ブル選手、はい、国内のシングルは、11月20日の東京ドーム以来ということになりますが、タイトル通り、全蔵ザ・グレイテストと名がついてますが、はい、偉大な戦いを飛鳥選手と見せてくれると思いますが。そうですね、この3人の選手が復帰してから自分は一度も当たってないんで、はい、何のために全蔵にまた戻ってきたのかを、はい、今日は体で感じてみたいし、はい、前のクラッシュギャーズのライオンズアスカじゃなく、はい、ライディングアレイとしてのライオンズアスカを叩き潰したいと思います。はい、前場の歴史を感じさせる戦いを、ぜひ期待しております。そして青コーナー、ライオンズアスカ選手にお越しいただきました。アスカ選手、はい、ブル選手についてお聞かせください。そうですね、今の現役の選手の中では一番年代が近い選手なんですけど、まあ、ニューヨークで活躍してましたし、はい、ニューヨークで得てきたものもたくさんあると思うんで、はい、まあ、それからは、まあ、本当に7年か8年ぶりぐらいの対戦なんで、ね、まあ、やっぱりちょっとちょっとというか相当手強いですけど、うん、まあ、とにかくお客さんにいい試合だったって言われるように頑張りたいと思います。私からするとかなり懐かしい対決という感じにも、はい、捉えるんですが、現在進行形の戦いと言ってもよろしいんじゃないでしょうか。そうですね、いわゆるレトロな戦いではなくて、はい、本当に、ING 現在進行形の試合をしたいと思います。期待しております。
第2試合、6年3ヶ月目のシングル対決、全土ザ・グレイテスト60分一本勝負を行います。ここがライディアで180パウンス、ライオネスさあ、いよいよ第4試合です。全女ザ・グレーテスト、ブル中野対ライオネス飛鳥の、今コールにもありましたけれども、6年3ヶ月ぶりというシングルマッチであります。60分一本勝負。さあ、ライディンアレイを結成し最強キスですね、この飛鳥とブル、そして今やね、もう世界の女帝、その名を欲しいままにする、まさにその風格、そして実力ともにですね、世界を制したと言っていい、このブル中野。懐かしい感じしますけどね。まずはビセゲリ2連発、ブルを大の字にさせたこのアスカ。やっぱり前場の偉大なる足跡っていうのを見せてもらいたいですよね。なるほど、この2人には。まあ、それこそね、前場イズムをですね、まあ、守ってきたこの2人ですから、はい、やっぱり、まあ、そういった試合が見れるとはね、当然期待できるわけですけども、一応アスカとアスカ引退後はね、はい、やっぱりその低迷した前場を支えてきたのはブルですから、はい、なんかブルはもう秒殺で決めてやるなんて試合前言ってましたけど、そうですか。ブル様、世界の女帝が吠えたラリアット、そしてサンダーファイヤーパワーボム、カウントは2。アスカ肘がなんか脱臼してるみたいですね。はい、はい、ちょっとその肘を抑えている。パワーボム一発でちょっとひるんだか、ギロチン狙ってますよ。あー、すごい、うわー、強烈、世界の女帝は容赦ありません。非常なる攻め、クラッシュガルズで一時代を築いたあのライオネス飛鳥に対し、非常なる攻めの連発だ。なんとあ、専業役者ですね。あ、いやいや、これよりもですね、ちょっとこのアスカの肘の方がちょっと心配ですけれども、いや、まさかまさか、おっと、今度はそのライディンアレイの大将ジャガーが今ブルに噛みついていったが、なんですかね、今ブルはね、時代が違うぞというね、まあなんかそんな感じでしたね。おい、おめえら何だって戻ってきた、今のままでな、戻ってきた意味ねえじゃねえのかよ。あんた、そのコンディションでな、あたしやるなんてな、考えが甘いんだ。開けてみろ。お前なのに万全の体調じゃなかったら私が悪いよ。でも次もう一回やってくれ、もう一回。ブル様が何か怒り狂っています。リング上で怒り狂っています。ブル中野、やっぱりブルとしてはね、お前らこんなものかっていう不甲斐なさもあるんじゃないですか。はい、それにしてもそうですよね、まあ、ブル選手の心地を察するとですね、まあ、なんともコメントしづらいんですけれども、あ、今度はバイソンが噛みついていった。なんかブルとしてはライディンアレを一人でやってやろうっていうあるじゃないですか。なんでしょうか、この前場のね、
歴史の時代の流れの中でですね、まあこのライディンアレイというこの3人がですね、なんて言うんでしょう、時代のまあエアポケットに入っていたような、ジャガー流血ですね、ジャガー、はい、なんともうそのポジショニングと言いましょうか、気迫というものがもう一つ王様にとっては感じられなかったんじゃないか、そんな怒りがですね今リング上で爆発した、そんな感じがいたします。いや今ですね、ちょうどライディアレンがリング内三角形を作って、今ブル中野と、いやなんかジャガー前のバッシング、はい、ブル頼むよ、もう一回やってくれ、もう一回、ここにお客さん一人も認めてくれなくていい、お前だけが認めてくれればいいよ、もう一回やってくれ、今やれ、今どうだお前ら、もう一回やるか、もう一回やれ、おめえら3人まとめてやってやる、あれたくさん軍団が圧エネルギーかかるみたいな、おめえがシンクでやるぞ、大見えを切ったブル中野、これからやっぱりサバイバル競争が始まるじゃないですか、どうなってしまうんでしょうか、このライディンアレイ、まあ今しかもですね、小川さんがおっしゃりましたように猪木対国際軍団のですね5対1変則ハンディキャップマッチを思い出しましたけれども、いやことの発展によりましてはそういった展開もこれあり得るということですよね、そうですね、まだ何とも言えませんけど、はい、しかしこれどうでしょう、まあ、ブル様にコテンパンにやっつけられてしまったという言葉がですねぴったりくるようなこのライディンアレイの敗退、まあ、今後のライディンアレイちょっとアウン立ち込めたかと、そういった感じの第4試合でありました、はい、それでは見事な勝利を飾りましたブル中野選手です、どうもおめでとうございます、電光石火の勝利といったところですか、まず一言、ジャガーさん、アスカさん、今日限りもう先輩とか後輩とかもう癒しましょう、ライディンアレイは前場の中の構想にスパイシー的な存在になるって言ってましたよね、なってないじゃないですか、結構復帰してから時間経ってるのに何も変わってない、こうやったらいる意味ないですよ、自分たちがやってきた前場の中で暴れるんだったら最後まで暴れてください、やんないんだったら出てってください、これだけです、ありがとうございました、お客様にお知らせいたします、場内は禁煙となっております、第5試合ラスカチョーラスオリエンタレスデラセパラドス60分一本勝負、赤コーナーより北斗晶選手にお越しいただきました、北斗選手、完全復活の証を見せるいい機会に下田選手が、這い上がってきたわけですが、それについてはどうでしょうか、這い上がってきたのかどうかまだ分かんないから、はい、まあそうだな今日は、はい、そうだな、ただの一発で仕留めちゃうのもつまんねえからな、じわじわいじめてやっかな、かなり期待してもよろしいでしょうか、そんなおめえに答える必要ねえ、期待しております、そして青コーナーからは下田美馬選手にお越しいただきました、下田選手ついに一騎打ちまでたどり着きました、もう今更何を言っても、はい、もう始まってしまうものは始まってしまうので、はい、まあ、試合で全部出し切れるように、はい、そして叩き潰せるように頑張りたいと思います、期待しております、60分一本勝負を行います。
はじめにアウトコーナーより下村美誠選手の入場です。後半戦です。第5試合ラカチョーラスオリエンタレスデラセパラドスと題されました。なんとなんと一昔前というか言いましょうかですね、 2,3 ヶ月前では考えられなかったというようなそんな試合であります。北斗晶対下田美誠60分一本勝負。なんとまずは握手を払っていた下田がいきなり場外戦だ。さあこの試合からですね、先ほどなんとライオンのサスカを秒殺してくれました。この中野選手に来ていただきます。よろしくお願いします。すでに見えません。あっとこれはこの広い大阪府立体育館を利用して下田がこの必勝と分かりに進めていきました。戻ってきましたよ。そうですね、あの下田の試合をいつも見てて、はい、北斗に似てきたなってずっと思ったんですよ。あなるほど。でこのまま行ったら北斗の2番目で終わるかなって思ったのが、はい、やっぱしこういうふうに出ましたね。あのホールに乗る時の格好なんかで、ね、そっくりですよ北斗に。あの横にバットコードのタイプですね、はい、あのジャパングランプリで下田はかなり自信をつけたんじゃないですかね。お今度は北斗晶の顔をこれもぐしゃぐしゃにしてしまおうというこの屈辱的ですよね。下田、はい、いつも北斗がやってる。まさかですね、この北斗もですね、どうでしょう、このあと北斗は腰がかなり悪いっていうことなんですけど、これどうなのかね、これは。あの昨日も今日もあの医者に通ってますね。それであの針受けて、はい、整体に行ってます。あの腰の骨がずれたみたいです。だいぶ神経に触ってるんで、
何かもう昨日の試合ではロープをですねこうくぐるのもかなりままならないというような、はい、そんな状況だったようですけれども今こう見てるとでも、はい、そう痛さは見せませんけど、はい、相当痛いと思いますよ。あのさらしも巻いてるの見えますね。そうですね、まあまあ、あの下田は怪我したことないような選手なんでねやっぱり北斗としても勢いを捉えるとちょっと難しいですよね。てめえこの野郎下田もそっとさすがこの辺りはデンジャラスクイーン面目役とか誘いがために締め上げていく。まあ、それにしてもある意味ですね今日のこの大阪大会ではまあ2つの 3WA のタイトルマッチももちろんありますけれどもまあある意味で一番注目度が高いのがこのシングルマッチ、うん、そうですよね。この2つのタイトルマッチはもう何度もやってますからね、はい、そういう意味ではもう新鮮になりますよね、はい、おっとてめえに教えただろうか。この辺りはもうこの2人でしか繰り広げられない展開でありましょう。なんかこれ下田があのなんていうんですかね、はい、変身前で北斗が変身後みたいな雰囲気してますよね、はい、まあ、下田にそういった、ね、ものを予感させるというのも、まあ、下田も本当にブレイクしたなという気がしますよね。本当何年か前からこんなシングルがありえないですよね。大阪府体感でできるということ自体が、ね、考えられなかったですよね。同じ試合で言ってましたからね昔はね、まあ、もちろんね成長日々成長してこそプロレスラーなんですけれども北斗の下について成長したまでは、はい、まあ、頑張ったで終わりますよね。でその後にやっぱし考えたのはその北斗も倒すということを今やってると思うんですけど、はい、これがねここまで来たのは本当に北斗 の, あの毒気が移ったっていうか、うん、そうですね、そういう感じがしますね、はい、はい、そういう意味で見たらまだその毒気が移ってないというか、まあ、非常にその今回ですね先日 の, あの、ジャスコ様相模原店特設駐車場駐車場特設リングで、まあ、いわゆるラスカチョーラス空中分解というねまあ、ことがあったんですけれども、まあ、あの時の様子がですねこの下田と三田のですね、まあ、気持ち的な違いをよく表してたなと、まあ、そんな気がしたんですけれども下田の方は完全に北斗にこの師匠に食いついていった。やっぱり下田今チャンスですからね、はい、この時を逃すと。おお下田勝負に出たが場外へ北斗めがけて、おなんと来て破りの飛べ込むヒーロー。ちょっともう要求してなかったんですかね。今の表情からするとないですよね。あ今度はプレス的でしょうか。プレス的で、ああえあらなんか、今回りきれなかったですよね。北斗はこういうものだとねまだまだこれは下田に北斗としては教えてやろうとそのぐらいの気持ちがあるのかもしれませんけれども下田も今日はね気合十分ですからね。あやるか、ああ元祖飛び込むヒーロー師匠の飛び込むヒーローいかにして受けるのか。1枚も2枚もデンジャラスクイーンの、まあ、これは勝ちと言ってしまっていいでしょうね当然ね、まあ、それにしてもこの下田の心意気と言いましょうか、まあ、それには驚かされます。今ちょっと後頭部を激しく打ったんでしょうか。下田がだいぶグロッキー。でも我々も下田がここまで、ね、この位置で試合ができるまで来るなんか本当信じられないですよね、はい、嬉しいですよね。まあ、それからこの大阪のですねお客さんの反応がこの下田に対してすごいですよね。下田人気と言いましょうか。もう行っちゃだめ、下田がそのハードルを超えようと大きな大きなハードルを超えようというところなんですけれども、北斗ってね、そう簡単に越させない、反面でしょう、はい、越させたいっていうのもあるんじゃないですかね。あ、やっぱり、まあ、古様あたりはこのあたりの
持ちっていうのはどうなんでしょうか。ジュビロも僕もとやってて、はい、木下ラスカチョラスも3人ですか今、はい、ジュビロも3人だったんですけど、あのこういう全然パターンが違いますね。ラスカチョラスの方がこう下田、まあ、あくまでも師匠越えを目指す、あるいは師匠を超えるという一つの、まあ、例を守りつつやるというね、あの、まあ、そんな雰囲気ですけれども、まあこのラスカチョーラスはやはり毒ですよね。この個性がね、まあ、こういった形でどん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 構想がヒットアップしていけば、まあお互いですね、まあ、下田の方もどん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 というのが出てくる、さらに成長していくということもあるんでしょう。それにしても今日は下田はこれ相当な覚悟で当然来てるわけですから、まあ、同じようにですね、まあ、仮に負けるとしてもですね、何かをこれ残さないと当然ありますよね。はい、復活して不明には絶対ならないっていう、逆に踏み台にしてやろうって気になりますからね。はい、あ、タイガースープレックス、なんとなんとショルダーバスターと言いましょうかね、今リバースのネックブリカと言いましょうか。ああいうね、前蹴りなんか北斗らしいんじゃないですか今、はい、最近ああいうのなかったですからね。どうでしょう、復帰以来ですね、北斗も、正式にはこれ4試合目になりますかね。まあ、この下田によって逆にこの北斗 あのデンジャラスな部分っていうのはこう蘇ってきた、そんな期待しますよね。やっぱり僕とはやっぱ相手がね、そうやって突っかかってくれないと自分ももう、ね、行かれないですからね。はい、どうなんでしょう、北斗選手、何か今日はどんな気持ちでちょっとね、あこれ痛いですよ、腰を痛めている北斗に、うわー、すかさずタイガースープレックス、危ない、おっと、レンジャースクイーン、あわや、スリーカウントがというところであります。下田一世一代のチャンスを迎えたか、人生においてこれほどのチャンスは今ないですね。ないですよね。今そのブレイクする瞬間を迎えようという、そんなことやってないで早く叩きつけてくれって言いたいですよね。はい、これはデス、あ、違いますね、デスレッグドライブ、デスレッグドライブなのか、今腕を固めていた、危ない危ない、あ、デスレッグドライブ、しかしやっぱ乗ってますよ下田、今行くしかないですよ、奪うまでには至らなかった下田、次は何があるのか、あ、一瞬ノーザンライトをやるのかと思いましたね、うん、ボディスラムで叩きつけて、これ足注意ですよ、あ、強烈な、危ない危ない、おっと苦しいぞ、ここは戦闘ですね、はい、オプロからのローリング戦闘ですね。初めて見ましたよこれは。そうだ、もうこれはこの試合にかけるね、意気込みがもうひしひしと感じられますね。もう一発何があるんだ、何があるんだ、今度は何があるんだ、プレスは読まれていた、やっぱり本当はね、やっぱりニアズも食わないですよね。ジャラスクイーン怒り爆発か、上がり振って、しかしね、腰がね、腰がね、はい、まあ、それにしてもキレという意味ではさすがに北斗晶という気がします。短期勝負じゃないとちょっと厳しいかもしれないですよ、腰が、おフィッシャーマンズバスターです、今のはまさかまさかこんな技を、あっ、北斗の大変と大谷大地君も封印するって言ってましたからね、はい、その代わりピッチャーあれですけど、もうやはりした中、下田もう一回攻めるのが下田、下田ね、ここで頑張ってほしいですよね、下田頑張れ、これはなんと朝日健介直伝かトラングルホールドか、おっとこれはなんと、さすがという、ね、一文字
でしょうか、師匠のきつい一括というんでしょうかね。やっぱりトヨタ、はい、北斗戦武道館でやりますからね、うん、はい、下田もやっぱりそれに対して注目じゃないですかね、はい、まあ下田の挑戦、まあファーストラウンドはですね、これはどうなんでしょう、まあ下田もやることはやったという感じでしたけれどもね、やはりまだまだ北斗の壁は厚かったという結果に終わってしまいました。まあ今後の下田の奮起にね、これからの出方に期待したいなと。でもなんかもう下田の戦いから見てて、はい、北斗の子供版というかね、そんな感じがしました。顔さえ見なかったら北斗2人やってんじゃないかって感じです。やっぱり子供はね、やがて親を抜くんですよ。なるほど、はい、まあいつ抜くかというのをね、じっくりと見ていきたいなというか、はい、まあ長いね、道のなりかもしれません。あるいはもうすぐそこまで来てるのかもしれませんけれども、そのあたりじっくりとですね、見届けていきたいなという感じがいたしました。今日の第5試合、北斗晶対下田美誠、やはり北斗強かった、そんな一戦でありました。それでは見事な勝利を飾りました北斗晶選手です。おめでとうございます。めでたくない当たり前のことだから、ほんなの、下田選手についてお聞かせください。あの勇気だけは買ってやるようだから、立ち向かってきたっていうのは何か吹っ切れようと思ったんだろうけど、でも本当に立ち向かうっていう心がないんだよ。心が、私を殺したいと思う心がないんだよ。そういう心をつくにはもう一回一から私のそばで勉強するしかねえんじゃないのか。離れたら私の心なんて分かんない、どういう心を持ってるのが。相手の心が分かんなかったら勝つことはできないよ、立ち向かっていくことも。だからもう一回、したとは言わない、そばで見てた方がいいよ、私のこと。ありがとうございました。残念でした。第6試合 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負、赤コーナーよりチャンピオンのアジャコング選手にお越しいただきました。アジャ選手、この試合は山本代表の直訴によって決まったわけですが、シングル4度目ということでかなり自信を持っている試合だと思いますが。まあね、普通3度目の正直になるけどね、3回負けてんだからね、4度目の正直もねえだろ。今日の試合の抱負についてお聞かせください。ごちゃごちゃうるさいから死にたいやつだとっとしね。期待しております。そして青コーナーからはチャレンジャー JWP ダイナマイト関西選手にお越しいただきました。はい、いよいよこの日が来ました。そうですね、ずっとこの日を、待ってたんで、やっとこの日が来たって感じです。シングルでは4度目の対決ということになりますが。そうですね、でもベルトをかけてやるのは3度目なんで、はい、3度目の正直ということで、はい、今日はチャレンジャーダイナマイト関西というのはもう今日で終わりだと思ってます。期待しております。はい、しゃWe'll be right back.
赤コーナーより選手権保持者アジャコンテ選手の入場です。Till she ripped down all the trees. Then she looked up at the mountaintops. They all began to freeze. The sun gave her a cold, so she set it on fire. You can see it for yourself if you think that I'm a liar. God made the devil just for fun. The way he wanted the real thing, he made a jack on. Away, 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 away.3WA 世界シングル選手権試合、チャンピオンアジャコング、そして挑戦者 JWP からダイナマイト関西、3度目の正直になるかという感じであります。激しい睨み合い、まあこの両者の戦いもですね、小川さん、はい、まあ、名勝負数え歌じゃないですけれども、まあ、そこまで積み重ねて、まあ、来ましたよね。もうこれ実は4試合目ですか。そうですね、昨年の 11.20 東京ドーム以来なんですけども、はい、今回は関西がですね、ジャパングランプリに割って入る形で来ましたからね。おっと、ゴング割る前から、なんでしょう、なんでしょう、これは。あ、いきなり来ましたよ、いきなり来ましたよ、アジャコング。いや、この攻撃はさすがに読んでいた関西。ずいぶん早い展開で、いきなり、いきなり、あー、危ない。勝負出てますね。出しましたね。驚きました。開始早々から、うわ、しかしラリアット超重量級、超ド級のファイトです。どちらかというと関西は団体背負ってきてますよね、はい、アジアはもう個人というかね、もう自由に暴れまくっていう感じですからね、はい、まあね、まあ見てもご覧の通りですね、青コーナーの、まあ一方青コーナーもありますね、 JWP、 これ全選手が実は見守る中、すごい来てますね、みんな、はい、ダイナマイト関西は戦っているわけであります。 JWP 一丸ですよね、はい、この戦いに関しては、まあ、前場はもうそれぞれ個々ですからね、はい、そういう意味ではセコンドって若手しかいません。そうですね、今玉田が一人と、あと若手、あ、今ね、つけばよかったですかね、はい、デビル正美選手も今打ち出されましたけれども、あー強烈、なんでしょうか、関西のお株を奪う、さすが重量級のこのアジャの重い重いキックであります。ヘッドバット、アジャはこれ髪の毛もまた染めてですね、そうですね、2人とも同じような色にしてますね、同じような色になりましたけれども、まあ、どっちが勝っても負けてもぶったれるハードマッチなんですかね。そうですね、まあ、アジャとしてはその今回の JWP の強行手段といいましょうか、強行策に出ましたよね。そのあたりがかなりアジャの
まあ激励に触れているというか怒っている、そんな感じでしたけれども、試合前その仕掛け人の山本が来てますからね、はい、右サイドで、まあ、非常に眉を潜めながらと言いましょうか、眉間に視野を寄せながらこの試合を見ているわけであります。招待合戦、張り手合戦、ヘビー級、スーパーヘビー級の対決、ヘッドバット合戦、何がの反応が答えられないか、あと大阪の関西の声援というのがすごいですね。やっぱりこれ2年前これ水曜日でタッグ取ってますからね。そうなんですね、実はね、現在場所なんですよね。全国としてもなんか嫌な場所ですよね、はい、なるほど。あと地元ですからね、関西ですから、ダイナマイト関西っていうやつはね、関西でベルトを取って、はい、京都が、そうですね、京都が地元ですね、はい、まあ今日は、ね、あの京都からですね、お母さんあるいは親戚縁者全員来てですね、この戦いを見守っている、そんな感じ。アッシストキックが今もも裏を捉えて、ついにアジャコングダウン、サソリ固めか。まあただですね、この関西実は先日博多大会で膝を痛めまして、あ、じゃあその、はい、その情報が多分よく分かってないと思うんですよ。なるほど、はい、かなりですね、実は関西膝が今、まあ、膝を痛めましてグラグラの状態なんですけれども、あ、そのあたりが後半戦でこれ長引いていくとかなり響いてくるんじゃないかと、そんな気がしますけれども、まあ、アジャ様としてはですね、まあ、そんな別にハンディキャップは知らなくても私は実力でね、当然勝つよと、はい、わざと出してましたよね。そうですね、まあ、ブルーはまだ関西とね、やってない唯一の選手、やったことないですね。あ、そうですね、やったことないですよ実は。お楽しみまだ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 潜んでいた黄金カード、STF は実況を攻めていこうというところか、ダイナマイト関西 JWP、させたかったらもっと絞ってみやがれ、ほら、よっての一騎当選、この大阪府立の全日本女子プロレスのマットにいざ出陣してきたわけであります。関西も本当に魅力のある選手ですよね。そうですね、はい、やられっぷりがすごくいいっていうか、やられっぷりがいい、なるほど、いいです、やりっぷりもいいですけど、やっぱり堂々としてますよね、やっぱ大物っていうのはやっぱり、ね、やっぱりそういう真っ向から受けて立つっていう、その風格みたいなものがね、なるほどね、ダメロクラッチの体勢、関西もここで負けるようなことはもう、うわー、強烈、そんな無茶なというキック、アジャコング大丈夫か、どういうことですかね、どういうことですね、どういうことをしますね、ランディングの関西、ベルトへの執念がそうさせるのか、ああダウン取りました、ダウンを取りました、ファイト関西宮尾キム、はい、危ないぞ危ないぞ、危ないぞ、アジャコング、危ない危ない、ちょっとふらついているか、軽い脳震盪、まあ実はこの関西、ああ、高角のヘッド投げ、バックドロップ、そして同時めスリーパーか、あーっと締め上げるぞ、危ないぞ危ないぞ、最強を誇るアジャコング落ちてしまうのか、最強の最強の名を欲しいままにしてきた怪物アジャコング、ここで落ちてしまうのか、関西はもう執念でも話したくないでしょうね、はい、とにかくその3度目の表彰を言いましたけれども、2度過去ですね、前途に乗り込み1回失敗し、そしてあの実は有明で JWP のリングで、挑戦し、また失敗し、実は完膚なきまでにそのアジャの裏剣にですね、叩きのめされてきたわけですけれども、もし今回これまたね、同じような2の舞を3の舞を食うようでしたら、これは関西としてもですね、あるいは JWP 団体としてもですね、まあこれは威信に関わる、まあ、ことになってしまいますから、それだけにダイナマイト関西、生きするものがあります。 JWP としても負けられない、はい、関西 JWP の
要するに唯一最強の選手ですからね、はい、これもペアスのブレイク関西しかいないんですからね、これはそうなんですよね、いろんな団体の人が上がりましたけども結局最後、水溜めのシーズンまでこの1時間で帰るだけですよね、今でもこうやって競技してるっていう、すごいですね、やっぱりやっぱりこういったなんですけどね、アジアの戦いは毎日の積み重ねですからね、うん、関西の場合、こういうキックやる選手いないじゃないですか、ギルダーピーに、はい、逆にね、受けてないんですよね、関西はね、はい、そういう意味では打たれ弱いとかありますよね、はい、あ今度は関西ダウンか、関西ダウンか、あの武道館、そして有明の悪魔を蘇るのか、ダイナマイトマスターも知ってますから、はいはい、まあ、この対抗戦の中にあってですね、シングルタッグ合わせて実はもう6回やってるんですけれども、はい、これだけこの名勝負を、ね、重ねてきた選手、これ団体を問わず、あの団体の垣根を越えてですね、やってきた選手というのはいないですよね、まあ、前場が、ね、最高に認めている選手じゃないですか、なるほど、まあ、関西としてはやるせないですね、アジアもね、ブーイングアブチャどうやら今関西の足の故障にアジアが気がついたんでしょうかね、関西の膝攻めを今ちょっと匂わせましたけど、あーすごい、このまんま選手の年が若カウント、やっぱりあの軽量選手と違って一発一発がダメージありますからね、実は先ほどからですね、この私の目の前のレッグがですね、ニュートラルコーナーの方がね上がっちゃうんですよね、あのバックドロップとか打つたびにですね、リングが持ち上がってるんですけれども、これもすごい現象ですよ、ね、それがヘビー級っていう試合じゃないですか、これぞヘビー級、まあこの大阪府立の大会場にねもうぴったりマッチしたこのタイトルマッチ、アイルボー、危ない、裏剣、まあ、関西はですねこの裏剣、これだけは食ってはいけない、今エンジンに入りましたね、はい、ダウン、オートダウンだ、ワン、ああ壮絶な打撃戦、まあ、試合前からこういった展開予想はされてはいたんですけれどもね、ブルマ投手が負けじゃないかな、ね、2人から勇気もらっちゃうような感じですね、見たいです、しかしね、どうかダイナマイトガス、危ないぞ危ないぞ、まだちょっと膝に来ているか足に来ているか、ラインファイティングポーズかろうじて取った、ああ容赦ないアジャコング、バックドロップ、関西しぶといぞ、そんな感じであります、あーダイビングエルボーか、ダイビングエルボーか、あー危ないエルボー、ものに来た関西、危ない、バントにジャッジ、ボブヤザーの左右手がかろうじて、かろうじてマットを張っていった、あー裏剣のポーズ、グローブを整える、黄金の右腕、黄金の右腕が今大きな弧を描いていくのか、危ないぞ、あー
今なんでしょう、水面蹴りか、逆にそれが関西を蘇らせてしまったのか、スリング上大の字アジャコング、という音がしましたけれども、ああ大丈夫かな、これはピンチだ、殿下の宝刀裏剣を封じられてしまったのか、アジャコング、アジャでもこういう修羅場をねもう何年もね、はい、やってきたから、まああのドームではね、はい、完全に膝が外れてしまったりそんなこともありましたよね、フルトはね死ぬほど人をやってきましたからね、顔が変形、はい、顔面変形なんてもありました、だからこんなもんじゃ参れないですよ、腕の1本や2本、腕が外れたから何のソロ、アジャコング、肘ですか、肘が外れたのがあるね、力が入んないです、あ、そんなそこにゴスンというキック、いややはりこれ、関西の表情見ましたか、鬼の形相とはこのことですよ、うわすごい、めちゃくちゃな関西、あっとアジャコングちょっとブロッキーか、あーどうでしょうね、これはアジャはピンチだ、あーきつい、
さん今日はもう集中力ありますよ関西も、もう見ようとしてね改めて今の試合ですね、はい、改めてこれはスプラッシュマウンテン上がった、こちらがないか蹴った、もう一回いくか、上がった落とした、あ今なんでしょう、強気さんだけに落ちましたよね、赤が重いですから関西もスタミナ消耗してるから持ち上がらないですよね、はい、やっぱりあれで行くしかないですよ、このねコーナーでね、はい、さあ大ハードに行くのか、大ハードに行くのか、大ハードに、あスプラッシュマウンテンですね、スプラッシュマウンテンだ、なかなかと今大阪のこのフリース体育館天井高く、わあそのまま、わあ投げっぱなしだ、通天閣、通天閣、ダイナマイト関西選手にコミッショナーに認定賞の授与でございます、認定賞ダイナマイト、黒様の心中もちょっと察するにはあまりありますけれども、大会前半選手のクラッシングを装ってますけども、どっかでこれ見てますからね、赤いベルト、いやまさかのこれ流出ですよ、まあ、当然関西も負けられない試合ではあったわけですけれども、まあ現実にですねこういった赤いベルトがですね他団体のリングに持っていかれてしまう、いや果たして全力としてそんなことがあっていいのだろうか、今改めて赤いベルトを巻いている関西を見てそんな感想をいただきました、あ今ですねなんと見えないですね、 JW ピンの人数で立ち上がって見守る中、なかなかと赤いベルトを持ち抱くダイナマイト関西の姿、今この放送席の中の選手にはどう映るんでしょうか、そして今ね勝ちましたダイナマイト関西選手に勝利者賞が贈られます、山本代表も今リンクした関西の快挙に北総 M、 そんな感じの表情を、ね、見せてますけれども、なんか団体上げて勝ったっていう意識、まあ、本当にそうでしょうね、はい、まさに団体を上げて、まあ、3度目の挑戦で念願の赤いベルト、女子プロレス最強の証、その赤いベルトを高々と腰に巻いて今トップの火をかかることで今満天下に知らしめたシーンでありました、あ山本代表が今ねリングに上がってご覧のような笑顔であります、小川さんどうしましょうこの笑顔、あ見てください山本代表、まあ、笑顔の後はね泣くもあると思いますから、そうですか、はい、いや実は山本さんものプロレス人生においてもですねこの赤いベルトというのは悲願だったわけですよね、山本代表がもう強引にね割り切って当然持ってきましたからね、はい、これまあそういった意味では逆にその桜井殺法というんでしょうか、アジャがある意味では冷静さを失っていたというね、あの新着冷静なアジャコング、
がですね、ちょっと冷静さを失った側面というのもひょっとしたらあったのかもしれません。これは前頭のドンに取り返しに行ってほしいですね。前頭のドン、誰とは言いません。そうですか、誰とは言いません。誰でもいいです。誰でもいい。これは小川さん、今後ですね、どういった展開になるか分かりませんけれども、トヨタなのか、アジャコングリターンマッチなのか、あるいはここにいるブルー中野選手なのか、どうでしょう小川さん。そうですね、あのジャパングランプリ決勝戦ありますからね、はい、9月3日に、はい、またランキング決まりますから、はい、とにかく誰でもいいから行ってもらいたいですよね。まあ一日も早くこの赤いベルトをこの全日本女子プロレスのリングの上にですね取り戻さなければいけないという、これは今度前女の使命感、はい、ね、あの満身創痍でこれはね当たっていかないといけないんじゃないかと、そんな気がいたしました。まあそれにしても最後のですね関西と山本代表の笑顔がなんとも印象的なね、今日の 3WA 世界シングル選手権試合でありました。劇的なタイトル移動劇でありました。見事 3WA 世界チャンピオンとなりました JWP ダイナマイト関西選手です。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。4度目の正直といったところで、はい、今日はあのもう何が何でもベルトを持って帰るって心に決めてたんで、はい、ラッキーだったと思ってます。今日のアジア選手どうでしたでしょうか。いつもと同じですね、うん、強豪だったものですか。そうですね、初っ端のダウン先に自分が奪った時にかなり試合を左右させたと自分でそう思います。これから、世界チャンピオンとしての道が待ってるわけです、はい、いろいろな強豪選手との対決が待ってるわけですが、それについての抱負をお聞かせください。そうですね、より長く防衛して、はい、ずっとこのベルトは長く持ってたいと思ってます。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。世界チャンピオンとなりましたダイナマイト関西選手でした。いやー、残念でした。第7試合 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負、赤コーナーからはチャンピオンチームの井上京子、井上貴子両選手にお越しいただきました、はい。まずは井上京子選手、はい、第100代目としては2度目の防衛戦となりますが、岸くも3月のトーナメントの決勝相手ということになりましたか。はい、今日は2人ともどこも痛くないというのは珍しいぐらい、ああ、うん、で体調がすごいんで、はい、今日はあのなんだろう、楽しみながらそして勝つっていう試合をやりたいと思ってます、はい、かなり期待してもよろしいでしょうか。はい、どうぞ期待してください。期待しております。続きまして高尾選手、はい、因縁の対決ながら、かなり挑戦者気合が入ってるようですがどうでしょうか。あ、そうですか。私と京子は合体の技がありまして、DJ っていう技があるんですけど、はい、もしそれが決まった時には、はい、ナイスジャッキーと声を揃えて言ってください、はい、期待しております。はい、そして青コーナーからはチャレンジャーチーム豊田真奈美、長谷川早紀江両選手にお越しいただきました。まず、豊田選手、はい、3月のトーナメント以来因縁の対決ということになりましたが。そうですね、長谷川ともう何度も組んで挑戦してるんで、まあ、こうやって軍団になって、まあ、軍団としての結果を残さなきゃいけないんで、はい、今日は必ず勝ちます、はい、期待しております。続きまして長谷川選手、5月に予定されていた試合が怪我で延期ということになりまして本日のメインということになりましたが。そうですね、今トヨタさんの言われた通りに、はい、もう本当に何回も組んでやってるんですけども、はい、もういい加減これ以上トヨタさんの足を引っ張るわけにもいかないし、はい、ファンの人も待たせるわけにいかないんで、はい、今日は絶対取りに行きます。はい、期待しております。
井京子、井上花コンビの入場です。メインイベントを迎えました大阪女王制や 3WA チャンピオンシップナイトのトリを務めるのはこの試合であります 3WA 世界タッグ選手権試合ダブル井上ことチャンピオン井上京子井上貴子組対そしてフリーダムフォーストヨタマナミ江川沙紀の60分3本勝負であります。まずはいきなりこのフリーダムフォースが突っかけていった。まあ、お母さんね、はい、このタッグマッチといえばですね、数々のこのなんて言うんでしょう、まあいろんな因縁といいましょうかね、はい、過去がありますよね。そうですよね、大阪の100代目のトーナメントで決勝戦で長谷川ブリザード行きという、ね、はい、覆面かぶってやりましたけども、はい、その時は負けてるんですよ。そうですね、5月2日に挑戦の話があったんですけど、長谷川が負傷しまして、負傷して吉田に、まあ、強いと変わりましてね、はい、そういう意味ではもう、やっぱり今年1月にもこの9年今年初めの後楽園ホールが戦っていて、まあそれにしてもこのなんて言うんでしょう、ダブル井上のタッグの完成度が高いのか、完膚なきまでにですねことごとくこのフリーダムフォース、この2人のですね挑戦を今年の 3WA タッグの展開はこの2チームによってしかやってないんですよ。なるほどなるほど、実はじゃあそうしますと今日がそのある意味では集大成、そういったものが見れるという感じですね。やっぱり最も新しい現状のスタイルっていうのを出してもらいたいんですよ。はい、ブル様はですね、このダブル井上のチーム、はい、あのどのようにご覧になってますか。いやもう楽しそうに、もうとにかくもう京子の、はい、このラリアートでも勝利してもパワーがすごくなりましたね。それとあと貴子が本当に地で試合をしてるなって感じで、なるほど、面白いですよ見てて。まあ、いい意味でお互いの良さがですね、こうタッグを組むことによって2倍にも3倍にも ね膨れ上がってるような、そんな感じがしますけれどもね。なんかこうスイングしてますよね、この2人とも試合を見てると。まあ、京子高校としてはここで一区切りつけたいんじゃないですかね。まあ、このタッグマッチね、はい、この対決に一区切りをつけたいダブル井上大社君。まあ3WA のこのタッグのベルトもですね、完全にこの2人になんか板についてきたと言いましょうか。あー、いい逆水平、さすが京子、しかし微動だにしませんか。あー、強烈体重を浴びせたクローズライン。
まあ京子の場合はね、本当に全体重を浴びてね、優勝も控えてますからね、はい、全開ですよ。そうなんですよ、京子のパワーをね、今改めてすごいなというふうにおっしゃってましたけれども、京子がすごいのは、体重がない時でも飛んでますよね。今こうやって体重が増えても飛べるんですよ、ポーンとコーナー登ったりね。やっぱりこのものすごい運動神経と、すごいですね、必ず毎日練習してますからね、運動ですね、究極のボディバランスとですね、あるいは無尽蔵のスタミナを持つ、まあプロレスラーやるためにね生まれてきたと言っても過言じゃないですよね、井上京子は。あー、そして満を持して出てきました、豊田真奈美であります。いきなりもういても立ってもいられないという感じで、思わずもう今本当は一人でやりたいんです、はい、出してしまったという。トヨタが出てくるともう試合を早送りしてみてるんですね。なるほど、これはいい表現ですよね。本当に私の試合なんかスローで見てるそんなことはないですけど、あーこれ何回転行きましたか、あらあらあら、どこまで行くんでしょうか。いや、よく回ります、よく回ります。ただこの体が今、おっと危ない、おお危ない危ない、完全に目回ってましたね、今高子。昔50回転やったことあるんですよね。はいはい、自分の目回んないのかな、これローリングプレーでもね。まあこれ単純にですね、回してる方の円の方が小さいからというふうに言うと、後頭部に見ずに、これは我が子のお株を奪っています。あー危ない危ない、今脳天直撃ですよ。あ、危ない危ない、ああいうトヨタのセンスっていうのもすごいですよね。過去はこれ完全に精神的ダメージというのもね受けてますよね。やりたくない相手の勝利じゃないですか。あーすごい、すごいね、これ今日もう一つ、あー口出しだ口出しだ、ランニングドロップキックとはこのこと、飛距離十分、ちょっと浅かったですよね、はい、もう一つちょっと今浅かったんで、やっぱりこれぶち当たるまでやりますよ、やるんですよトヨタはね。あーしかしまあその辺はチャンピオン、はい、この辺は黙ってませんよね。うわ、なに、あー、こうやるんだよという先ほどの、まあ元祖を返しツームストーンパイルドライバー、膝に2発入れてカウント2。さあそして今日はね、試合前に京子が、はい、今日は1本トヨタからホールを奪うって言ってましたからね。そうなんですよね、それがどういう風に、はい、どんな形で試合に出るのか。実はこのタッグマッチですね、再三ダブル井上は長谷川狙いでですね、ホールを取ってるんですよ。まあやはりこの、なんでしょうか、そうですね、今京香と京子の絡みって全然1じゃないですかね、はい、そうですね、フリーダムフォースのですね、このトップからボールを取らなければいけない。あーすごいすごい、今度はジャイアントスイング、早い、すごい早い早い早い、あー遠心力がどん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 早い、遠心力でどんどんトヨタの体が浮いていきましたよ。ものすごいパワーですね、恐るべし井上京子、やっぱりなんであんなパワーがあるんでしょう。5年に1人出るか出ないか選手ですよね。いや10年に1人じゃないですか、はい、あーこれはお客さんにもね、大阪のお客さんにも浸透してますよね。さあ今日この腰振りが出るのか、あ様子を伺う、舌を出す、もうこの辺りは完全に強行ワールドだ。目がね、あー出ましたよ、目がペコちゃんになってますよ、目が。あーちょっと一パフォーマンス加えまして、それでも決めるとこは決めますからね。これね、足のね、この大腿筋一つで持ち上げちゃうんですよね。もう太い足してるんですけどね、体重も8キロ以上あるんじゃないですか、85グラムなんですかね、多分自分ちょっと王様より重い、ね、やっぱ京子はもう筋肉ですから、締まって見えても重たいかもしれない。それでもうなんかパンパンですもんね、京子の背中見てると。今はそういう意味では本当ピークですよね、京子は走れるし飛べるし、あーなんだなんだ、あー、うわ、あー嘘、あー危ない危ない、昔ゴム人間なんていうねレスラーいましたけども、
まあ、これは受け、逆にこれを受けられるのはトヨタだけというね。背骨がない状態ですかね。軟骨道具、軟体道具、トカゲのようななんか、切っても切っても動いちゃう。トヨタもやっぱりそれでも年齢とともに硬くなってきたって言いますけど、言ってます本人は。そんなことないよ、トヨタまだすごいよ。そしてお互い黒のコスチューム同士、井上貴子と豊田真奈美の対戦になりました。お二人とも黒すごい似合いますね。ぴったりですね。ぴったりですね。あの違うイメージの黒ですよね、二人ともね。貴子の黒とまた豊田の黒っていうのがまたちょっと違うイメージですよね。高くの髪の毛の色とかも最近染めたりとかして、ええ、本当にこの化粧でこの水着でこの髪の毛本当に井上貴子って感じですよね。なんか私ですよ、いじくそ悪い人って感じですよね。これね、本当に高くのカラーですね。自分のブランドを作ったんじゃないですかね。いやもう完全にもうカラーできてますよ。てかお客さんも期待してますね、それに。で、驚くことにと言ったりしてるんですけど、はい、ジャパングランプリでもかなりいい成績なんですよ。そうなんですよ、もう完全にあのジャパングランプリ、実は、高子はブルーゾーン、なんと強行差し置いて2位なんですね。そうなんですね、まあ、漁夫の利というか、知らない間に出てきてしまったというか。まあ結局ですね、実は堀田選手が落としていないという状況で、はい、勝ち点11。まあ京子は残念ながらですね、三谷不覚を取って、まあ、ジャパングランプリ決勝戦進出はならなかったんですけども。うわ、一体あんなことができるのも京子ならではすごいですね。今ちょうどカラビアンバックブリーカーからそのまま前に落として、すごいパワーの持ち主であります。ウル様もこれ、トヨタもすごいよこれ。ウル様も脱帽のこの2人、まああの伝説の、もうつい最近のことなんですけど、すでに伝説となりつつあるですね、あの60分フルタイムドローの 3W 戦を何かちょっと思い出してしまいますけれども、まあとにかくこの2人のやることなすことというのはですね、全て目が点になってしまう。脱帽という言葉がぴったり来てしまうんですけどね。トヨタでもこう散々攻められても突然生き返るんですよね。回復力が早すぎちゃうんですよね。突然トヨタを攻め出しますからね。これなんか自分の中でこうなんか弾けんですよね。そうするともういきなり動く。あのアドネラリンの分泌の仕方がですね、他の人と違うような気がしますね。他の選手としてはこんなはずじゃないっていう感じですかね。こんなに攻めたのに、なんで、ああこれですよ、これこれなんですよね。さっきまでの攻めはどうしちゃったんだろうという。もう一回ありましたよ、はい、あ、もう大丈夫。そうですか。あー、トペレベルさ、トペレベルさ、2人まとめて、いや、京子もね、まあ、この辺りフリーダムフォースにですね、主導権を与えない。あ、今のはソバットとラリアット、ソバットとラリアットない打ち、あーすごい、強烈クローズライン。長谷川がなんか一つなんですかね、はい、格負けというか、フライ負けしてますよね。あー出ましたよ、出ましたよ。これはタイミングよく入れば、あー危ない危ない。おソバットもですね、一発で刺激したと高いようになりますからね。あ、これはあー広角の裏投げ、広角の裏投げ、一回転以上させてる。これは裏投げというよりはもうバックドロップというかね、連携のバックドロップですね。4本やるときはすごいですよ。あー危ない、あんな角度で落ちて首は大丈夫なんでしょうか。危ない王者チーム、 3WA のベルト。何かブル様も先ほどからお褒めの言葉が多いですけど、お客さんがちょっとでもビューって声聞こえたら、ああすごい、サイドキックの矢が飛んできた。あー出た出た出た、いつの間にこんな回復しているんだ。無尽蔵のスタミナ、この人も持っていた。あーあーあステップでスワン式のトメコンヒーロー、最近対応してますよね、はい、スワン式ライブのトメコンヒーロー、こんなことができるのは、しかもワンステップですからね。もうトヨタただ一人でしょう、こんなことできるのは。
それにしてもこのトヨタと京子、もう見るもの全てが信じられないアンビリーバブルな展開なんですけれども、これはうまく外していった井上京子。トヨタのムーンサルト、これを食っては万事休すといったところなんでしょう。この辺は両者お互いの手の内を熟知しています。あーロープ最上段からダメージ切ってみました。これ反対にやっちゃうんですよね。危ない危ない危ない、すごいよ。こんなことが、こんなことが、そのまま合わせて、うわすごい、うわー、そしてリッチで返すトヨタもすごい。一人の人間を担いで一回またぎましたからね、ロープね。膝で支えてるだけでしょ。信じられないですよ。我が子に大ブーイングですよ。まあこのブーイングをですね、このなんて言うんでしょう、エネルギー活力にしてどん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 と増幅していくのがこの高子ワールドなわけですけれども、お、さあトヨタが、これは放送席目の前では、あ、ニュートラルコーナーから、お、うまい、うまく、はい、うまくポジションを外してのダブルのボディープレス、ヘッドバットかと思いましたけどね、ボディープレスでしたね。飛距離十分でした。あー、フリーダムフォースの連携が冴えているところで、あ、京子がまたしても生き返ってしまいました。お、今度は何でしょうか、目まぐるしい展開、どうなってしまうのか。あー、出ましたよ出ましたよ、ポンポンポンと三角飛び気味に、ああうまい、一発逆転、回転固め、あおお、今トヨタ踏んづけてましたよ、京子のこと。なだれ式の、なだれ式ですね。そうですね、なだれ式の回転エビ、まあ回転エビ固めとは言いつつ、なだれ式の何でしょう、パワーボムというか、そのぐらいの角度で決まってますよね。さすがの強子も3カウントを聞いてしまったという感じでありますが、ちょっとそのダメージ、まあこれ3本勝負ですから、まだまだ2本練習すれば王座防衛ということで、このダブル井上2本目以降どんな作戦出ていくのか、うん、しかし強子ちょっと魔が差しと言いましょうかね、一瞬の隙で3カウントを奪われてしまった、まあそんな感じでした。ああトヨタやっぱり一気に行こうということでしょうね。あ、ジャパニーズ王者、うわすごい高速度ジャーマン、一人で2本勝ちもできますよ。もう2連勝しないとダメでしょうという、まあ当然この強度のね回復力というのがありますので、あ、え、25秒ですか、秒、これパンクラスじゃないんですからね、秒殺も秒殺、あっという間の出来事でした。ウルサマ京子の何でしょう、この瞬発力っていうんですか、生き返ってからの畳みかけるですね、力ってのはすごいですね。すごいですよね、自分が全場のトップだっていうね、やっぱり自覚というか、プライドありますよね。まあ1本目ね、よもやのスリーカウントを聞いてしまった京子、まああっという間、電光石火の、はい、ナイアガラドライバーで2本目をダッシュしました。これで1対1のイーブン、あっという間に振り出し戻っちゃいましたね、はい、まあこっからがね3本勝負、本当の勝負でした。あー大京子コール、あーすごいフロントライン、あーすごい、おロープの反動を利して、あーすごい、まだ行くまだ行く、なんでしょうかこれは、振り子式振り子式のライディアット4発もろに打ってしまった長谷川先、危ないの先ほどのライガー仲間ドライバーの、あーもう一勝負まで残っている、
タカコならでは、まあ、この4人の中では実はこのタカコが完全にスタミナ温存してますよね。そうですね、そういった意味ではチャンピオンチーム優位か。ああ高角のバックドロップ、うわ早い、うわ早い、長谷川なすべないか。長谷川もうなんかこのゴム人形のようにですね、先ほどからボロボロにやられてるんですけれども、長谷川大丈夫か。長谷川の、ま、目はまだ死んでいないのか。危ないぞ危ないぞ、うわどっち上がってもこのタッグは一区切りですよね。あーロープを利してタカコワールドを今から一つ一つ組み立てていこうという、そんな体勢であります。タカコこれは4面行くのか、大阪のお客さんにお披露目ということになるでしょうか。これは完全にチョーク攻撃、ニュートラルコーラーに押し付けてのチョーク攻撃。まあタカコならではと言いましょうか、タカコなら許されるというのか。タカト落とし、もうこの辺りもなんて言うんでしょう、小肉正しいと言いましょうかね、なんとも言えないファイトですよね。どっちかというと高子はあの連勝してるタイプじゃないですよね。なるほど、なんかそういうポイントポイントで勝負するタイプですから、はい、雰囲気で出してインパクト与えるみたいな。そうですね、インサイドワークの選手ですからね。ああすごい、何かそれだろうけどね、カウントどうか。長谷川の空気も破壊されちゃいますよね。いや今日このクロースラインはすごい。あー長谷川もまだ生きていた。いや今はでもあのラリアートの勢いをうまく利用して裏投げ持ってきましたね。もうまさにこれ本能ですよ、体で覚えてるからあんなことができるんでしょうね。トヨタ出たくてしょうがないという感じですよね、はい、次トヨタが出た時のあのスイングの仕方が見たいですね。爆発じゃないですか。爆発でしょうね。あ、オーロラスペシャルか、久しぶりに見るが、あここでタッチだ。反応じしていても立ってもいられない、ものすごいミサイルキックが高子の肩のあたりを捉えていった。今度は危ないか、カウントどうか。どうかというのは本当にこうね、溜めるというかすごいですよね、空中でのバランスっていうんですかね、空中での姿勢がものすごい力強いですよね。高子がちょっと攻め込まれるか、長谷川いじめに終始していたんですけれども、いきなりトヨタの強烈な洗礼を浴びてしまった。まあこのフリーダムフォースとしてはどちらかというと高子狙いということになるんですかね。あーっとゆっくりとして、しかし高さ十分のジャーマン、危ない危ない、カウント2、ちょっとブロックになってましたね、はい、さあこの3本目の行方一体どうなってしまうのか。 3WA タッグ、まあかつてはこのトヨタのね、このタッグのベルトといえばこのトヨタマナミのお箱だったわけですけれども、山田トヨタ組ですよね、はい、まあそれが今、あー出ましたよ、2回転式の回転エビ固め、見事。うわ、まあこの技もやるのもトヨタぐらいですよね、女子プロリング広志といえども。ニュートラルコーナーに突き出し、あ、フラスイストですか。あっといきなりクラシックな技だ、なんかトヨタが狙ってますね、これは顔を、どうですか、顔を蹴ってますね、うん、この連携はなかなかいいですね。あらららら、高子が怒った、高子が怒った。まあ喧嘩させりゃもうこれ随一でしょう、前兆でも。あうまくこのソバットをよく見ていた、そしてローラー落とし。なんか長子の試合上半身を使ってるっていう動きが多いですよね。なるほど、長谷川が飛ぶのか、あ、やはり京子が、あー投げっぱなし、長っぱなし、あ、高子があの今何ですか、エプロンからチョークスラブ。高子のやることはどうですか、ブル様、これすごいな、えげつないことしきりなしですね、これね。でも
科学の色がしてますね。ああ、学生の姿これは何でしょう。あ、うん、あ、ドロップオーバーカウント2。ああ、王者チーム大チャンスだ。え、これトヨタまだグロッキーですか。トヨタが今上がってないですからね。上がってないですね。ああ、オーロラスペシャル。オーロラスペシャルからそのままホールド。オーロラスペシャルホールド危ない。カウント2。結構返してますね、長谷川もすごい。ああ今やっとエプロンにですね這い上がってきたのがトヨタ。ああ危ない危ない。ああ見事な連携。あライアガラとトークスラムの連携か。うわーすごい、ぐしゃっとしたぞ。長谷川の体がぐしゃっとした。ああうまい、うまい。ああ今長谷川も自力でなんとか右肩上げましたね。あ円髄にいいですよ。高子が今ですね、スネのあたりまで落として、あー円髄に完璧にヒットした。バンディクース返しましたよ。いやでも長谷川もですね、もう一発行くぞって言ってます。切れてからが長いこの長谷川ですから、まだ分かりませんよ。目は死んでませんよ。ドロッと一発トヨタ。あちょっと正直すぎましたかね今の連携はね。焦っちゃってますよねトヨタね。やっぱこうどうなんでしょうトヨタ。これなんでしょう。おっと、うわーすっげー、ヤクザキックですか今のは。すごいですよ今のは。クランチャーですかね。あドロップキックですかね。スペシャルキックでしょう。あそんな無茶だ。あーすごい、今一発。今日はね場外マットが JWP を使用させてもらってまして、ちょっと薄いんですよ全然のように。いつもあのトヨタのねスッと来てますよ、はい、トヨタは痛くなかったんじゃないですかね。すごい、あージャパニーズ、ジャパニーズオーシャンだ。クロスアームですね。クロスアームシュープレックス。ですね、トヨタが一時 3WA 赤いベルト巻きましたが、まだですね今またアジア取られてしまい、具体的なこの成果っていうんですか、フリーダムフォースとしてのいまだにこの具体的な何か形になるものというのはまだ一つもないんですよね。そういった意味ではこのタックのベルト欲しいところでしょう。あ今チャンスだったんですが、やはりうまくこの W の上に繰り返してカウント2。王手かけてるんですけどね、はい、チョークスラム。赤子もフラフラになりながらでも自分のこの必殺技というのは完璧に決めてきます。もう一発いくのかな。どうなるんでしょうか。チョークスラムもう一発狙っていった。トヨタは真正直に受けてますよね。で返していく。ポーズでしょうか。うわしかしここはクロスだ。やーいっぱい回転しましたよ。あーどうだカウント2。危ない危ない、この互い1回転強烈なラリアット。よしこれな。さあ三角飛びからの背面アタックですけれども、あーとるとおっと長谷川がよく見ていたぞ。ニュートラルコーラー、スズズッと駆け寄って肩車。あー7、なんとミサイルキック、そのまま7連式に落としていってカウントどうか。強化危ない。あの3本目になってやっと前場らしいというかハードな展開になってきました。いやいやハードですよ。あームーンサルトでしょうか、ムーンサルトでしょうか。こちらでは完璧に完璧に高くはブロックされている。危ない強化。嬉しい表情が続いています。井上京子なんかシングルマッチみたいになってきましたね、はい、2人の出ましたよジャパニーズオーシャン。あ、うまい、ラリアット。あ、これでジャパニーズオーシャンか。ソバットのフォローが入って長谷川のソバットのオーシャン。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックス。あ
様。すごい。これ返した人いないじゃないですか。返したなんて僕は初めて見ましたけど、強行恐るべし。どうでしょうこれ。トヨタのですね、これ一、まあ、もう最終兵器ですよね、いわば。そうですよね。完全に必殺フィニッシュホールドをですね、完璧に決め、しかしながらこれ自力で返されたトヨタの気持ちというのはこれどうなんでしょう。どうしようどうしようと思っちゃってますよね。この後が何があるんだって話になりますよね。強化何なんだろう。トヨタの心中はいかに。なんと後頭部にミサイルキック。これもあれですよね、もうなりふり構わずトヨタの場合は技を出していくしかこれは道はないでしょう。この辺の連携は憎い。ダブル井上、また手に同じ名字は名乗ってないぞ。そんな感じがいたします。ダブル井上のもういいとこ来ると高子出てくるんですよね。あうんの呼吸とはこのことですよね。まあ、まるで兄弟のちぎりを結んだかのようであります。ああすごい、ものすごいクロスライン。どうですか今の狂気のアリアット。強子もですね、かなりダメージありまして、これはなんとタックマッチ、強子以外全員ブロッキー、強子以外全員ブロッキー、なんと大の字に3人のレスラーが大の字、なんとダイヤからを、くしゃっとした、トヨタからフォールか。1人ぐらいだったんですかね。ダイヤからでも決まらないのか。やはりこの戦前言っていたようにトヨタからこのダブルの上なんとかホールを取ろうというね。うまいぞ、これは起死回生、カウントは危ない危ない。得てしてですね、消耗してますとこういった丸め技が怖いですよね。すごい、いや素晴らしいですね。あれだけね、一回バランス崩してるにもかかわらず完璧に投げっぱなしフロントスープレックス。いやーすごい、とにかくこの試合は脱帽する場面が今何回出てきたのか。長谷川がちょっとね、長谷川 DDT、 長谷川もカットに行けず、これは危ない。トヨタ相当食らってますよね。全部の技食らってると言ってもいいですよね、先ほどから。危ない危ない、汗がうまいぞ、汗がうまく、どうなっちゃうんだどうなっちゃうんだ。京子は何をする。フォークスラムと、そしてダイヤガラドライバー。これでまだ決まらないんだ。そんな苛立ちからか、京子がマットを3回叩いた。これでもか、最後か最後か。チョークスラムとナイアガラの合体だ。最後合体っていうか、もう完全に一人ですよね、京子ね。またしても大座移動であります。あ、ごめんなさい、大座は移動せず、ごめんなさい、大座防衛、ダブル井上。スリーダムフォースはまたしても敗れました。はい、言ってましたからね。いやー、皆さん、ダブル井上終わってみればですね、対象格のですね、スリーダムフォースのトヨタからスリーカウント、まあ、こだわりがかなり見えましたね。これで京子はね、そういう意味でやっぱり新しい世代の主っていう感じしますよね。今ね、緊張感がずっとね、今途切れたんでしょうか。中くたぐったりと今倒れ込んでしまいましたけど、京都は珍しいですね、ああいう風に状況になるの。手側もよくやったんですけれども、首がもう大事なんで、あと一歩届かずという感じでした。やっぱりこの対決ももうこれで一区切りですよね。やっぱり強豪タコが新しい相手とやっていかなきゃいけないし、はい、
いやまだね、フリーダムフォースも狙ってくるかもしれないけど、はい、まあただですね、今現状ないでですね、この強子カカコのタックにですね対抗シュール息のあったペアというのは現状ちょっとないですよね。タックのあれがいいか、代表一戦行われた、まあ、そういった意味では全日本女子女子協会認定、まあ、どうなんでしょう、このタック戦線、例えばアジャコングであるとかですね、ブルー様がですね、このタック戦線にまた逆に名乗りを上げてくる可能性なんていうのもひょっとしたらあるのかもしれませんね。どうですかね。まあ現状これタック最強ですよ、この2人は。すごい似合ってますよ、このタックのニベルトが。そうですね、本当に。まあ、この 3WA のベルト、数々の歴史を刻んできましたけれども、何か最後のフィニッシュホールドはちょうどトヨタが、おととし3年前ですか、この大阪府立体育館で 3WA のベルトを、ね、取られた時の感じに非常によく似てましたけれども、さあ今勝利者賞としてトロフィーが両選手に渡されます。あ、今京子はね、嬉しそうな、やっと笑顔を見せてくれました。まあ、ダブル井上完全にこれタッグとして一つの一時代を築く予感と言いましょうかね、そんな気がしますよね。おう、おう、いいですね、旅行付き。ブルー様いいですよ、旅行付きですよ。ブルーさんいつも旅行行ってますからね。あ、そうですか。たまに日本で試合やってもらわないと。世界のブルー様に失礼なこと言ってしまいました、申し訳ありません。今日もたまにはこうクリスマスアイランドとかでゆっくりしてもらいたいですね。おばさんも暇あるんですか、この駅。いや、暇は見つけるでしょう。次なる展開が見ものですよね。はい、いや今ね、この京都のテーマが鳴り響くとともにですね、この超満員160人のお客さんから大きな手拍子、やっぱり京子やってくれた、ご覧のような満面の笑みであります。本当にこの何でしょう、ダブル井上のね、タッグのもうポーズ取ってる、ポーズ取ってるなんかね、姿がですね、ベルトが本当に似合うなっていう、そんなタッグですよね。まあ、3WA このタッグのベルトですけれども、はい、ちょっとブロッキーですか。まあ、だいぶ消耗しましたよね、みんなですか。まあ、満身創痍ですね、嬉しい。ああ、京子がなかなかと今トロフィーを上げました。ご覧のように爽やかな笑みを浮かべています。京子ワールド一つの時代を今切り開いた、そんな感じがいたします。京都ワールドの扉が今完全に開き、両方で扉が開いた、そんな一瞬を見た感じがいたします。今日のメインイベントになりました。見事王座防衛いたしました井上貴子、井上京子選手です。どうぞ。ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。まず京子選手、はい、1本目取られた時ちょっとヒヤッとしちゃいましたけども、その後2本3本と嫌なことはすぐ忘れることにしてるんで、はい、どうでしたか。言いたいんですけど、インタビューしないでください。記憶飛んでます彼女ダメです。あのどこら辺で。いや、それも聞かないでください。もう分かってないです。変なこと言います。ワンツースリー覚えてるんです。あ、そこから記憶が。3本目ちょっとほとんどまつかれてないんです。だから。あ、そうですか。かなり活躍なさってましたけども。ありがとうございます。あ、京子選手も当然ながら、とにかく王座防衛おめでとうございます。はい、ありがとうございました。なんで言うか。残念でした。残念でした。どうなっちゃったんだろう、これ。ここですか。いた、いた。あのね、マットが3つ
通に切れてたじゃん。はい、だから隙間だらけだったから怖くて止めなかった。ということですね、小川さん、はい、全7試合、まあどの試合もなんて言うんでしょう、序盤からハイスピード、なんて言うんでしょうかね、もうすごいテンション高かったですね今日ね。そうですね、今までの前場の展開らしくないといえばらしくないんですけども、らしくない今日は凝縮された面白さがあったんじゃないですか、うん、はい、両方のね 3W のタイトルマッチも素晴らしい試合でした。そして北斗対下田、これも良かったですね、ブルーさんはね。良かったですね、面白かったですよ本当に。いや、ブルーさんの試合も良かったですよ。どうもありがとうございます。秒殺頑張りますから。はい、ブルーさんはこれからですね、実は両国、あ、ごめんなさい、武道館が直後に控えてます、はい、今日の強行見てどうでした。やるのかな。あ、でも頑張ります。そうですか、まあ、今後のね、武道館大会の方も小川さん期待したいですよね、ということで、本当に興奮冷めやらぬですね、この大阪府立体育館体育会館からそろそろ、失礼いたします。今日は、解説に、小川仁志さん、そしてゲストに古中野選手を迎えましてお送りいたしました。それではこれで失礼いたします。さよなら。